中京大中京、そして愛工大名電、そして東邦、そして共栄と。テスト生なんですよ、僕は。テスト生初めて聞いた。そうなの。あ、そう。で、監督、僕ピッチャーやりたいんですよって言ったら、ダメだと。俺1年生から生意気なこと言ってたよ3年生いるんさ、ずっとずっとなあ。これよりはお二人の高校時代のお話にしたいと思いますけれども、はい、改めて皆さんにちょっとご紹介するのは愛知県というところは、まあ、昔から野球王国というふうに言われておりました。そしてですね、甲子園、まあ、愛知代表として甲子園行くチームというのはもうほとんどの場合、まあ、公立高校が時たまあるいは他の私立高校も出ることもあるんですけど、ほとんどの場合は私学四強と言われる学校から、甲子園へ行くという形になっております。その四強というのは皆さんご存知だと思いますが、中京大中京、そして愛工大名電、そして東邦、そして共栄と、この4校なわけですね。で、長谷部さんは共栄高校の出身、そして山崎さんは愛工大名電の出身ということで、お互いライバル関係であったということから、でしかも同級生、しかもポジションは同じキャッチャーということで、いろいろ高校時代のお話を伺えるんではないかというふうに思いますまずはですね、長谷部さんから伺いましょう、はい、私学4強ってみんなが甲子園行きたい子、それから優秀な中学3年生はいろいろオファーがあったりもすると思うんですけど、はい、長谷部さんはなぜ共栄を選ばれたんですか。僕はもう監督さんが、もうあそこの監督さんは一番いいと、柴木監督ぐらいなんですけど、あのもう人柄が一番いいっていうことで、もう僕の少年野球を教えてもらってたあの監督さんが必ずもう、あ、名古屋行くんだったらもう共栄行けと、共栄行け、もう押されましたね、いうことだったんです、はいはい、山崎さんは愛工大名電はどうやってして選ばれたんですか。僕はですね、中学時代から優秀だったんでしょ。いや僕長谷部はあれでしょ、長谷部は中学校の時に野球大会いろいろ優勝してるでしょ。あ、中部地区大会、大会肩書き持って、うん、私学四強、まあ共栄選ばれたんです、はいはい、僕あの中学校の野球大会って肩書きがないんですよ、実績が、うん、相撲の方ですか。いやいや相撲それはその後なんですけど僕知多半島の知多で、ね、うん、いたんですけど、うん、まあ初めの大会って軍大会って、はいはい、知多半島の大会から始まるわけですよ、うん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 、そこの最後の夏の大会僕1回戦負けなんですよ。それも阿久井中学校に1対0で負けて、多分ね僕3打数3三振で終わってるんですよ。僕の夏はだから、実は僕ね誘いが全くなかったんですよ、野球の、うん、でなんで名電、まあ話せば長いんですけど、はいはい、まず僕の兄が7つ上の兄がいるんですよ、はいはい、で兄が教育実習で愛工大名電に教育実習に行ってたんです。その時のついた先生が今現監督の倉野監督なんですよ、はいはいはい、でそのついたもんですから、実は僕の弟野球やってまして、うん、いや名電校に行きたいって言ってるんですけど、どうやったら名電って入れるんですかねってことを倉野さんに話をしたら、うん、じゃあそんなことなら一回お前連れてこいと、うん、テストするから見てやるからって言って、うん、僕実は名電にテストしに行ったんですよ。おー、すごい、テスト生なんですよ、はい、僕はテスト生初めて聞いた。そうなの。あ、そうで、うん、行ってもう思いどかいい具合になったら、うん、実際にバッティングもやったんですよ。いや、ホームランを持ってたんですけど、取ってやるということで、愛工大名電と、あともう一つ、うん、東邦高校にも実はセレクション行ったんです、うん、はいはいはい。これがですね、東邦高校に行ったらめちゃくちゃ打っちゃったんですよ、僕練習でバカバカなっちゃって、うん、だからもう東邦高校の沢口先生の方がもう熱心に来てたんですけど、うちに来いと、はい、最後の決め手はやはり僕プロ野球選手になりたいって、別に何のね、もうとにかく野球選手になりたいって気持ちだったんで、愛工大名電イコールプロ野球選手がいっぱいね、工藤さんとか、はいはいはい、高島さんとかバーっといるんで、プロに行きやすいのは名電だよな、だから名電行くって言ってね、ただそんだけで行ったんですよ。あ、本当ですか、はい、自分そんな実力ねえのに。どっかで自信はもあったんですか。全然、ただもううぬぼれてないなるほど、なるほど。それで名電行ったんですよ、はい、で、入ったら、まあ、優秀な生徒が集まってきてますよね、はい、どうでした、その中でもうすっと
レギュラーみたいな形になってきて、僕入った時に僕は監督が中村監督だったんですけど、はい、監督のところに行って、監督、僕ピッチャーやりたいんですよって言ったらダメだと、ピッチャーは金田正一さんの甥っ子がいてですね、金田っていうのがいたんですけど、金田がいると、うん、でキャッチャーは畑中っていうね同級生のやつがいるんで、うん、黄金バッテリーがいるから、うん、お前はまあ、キャッチャーか、野手をやれっていうふうに言われて、うん、もうそこから実は入って1年生俺1年生から生意気なこと言ってたよ3年生いるんさ、ずっとで言ったらね、ずっとねもう走ることしかもうボールなんてほとんど持たせてもらえなかったですもん、うん、1年生は、うん、だからまあなんていうか練習しとれみたいな感じで、実はあんまり期待されずに入ってきた1選手だった。ああそう、15、6人しかいないんですけど、うん、ほとんどの選手が長谷部みたいにどこどこ大会優勝、はい、と一宮の長谷部っていうのはすごいぞってみんな肩書き持ってるけど、うん、僕だけ肩書きなかったんですあいつチタハンドで1回戦負けて3勝の男だぞっていうことで、なるほど、まあ、実はね1年生の時は全く相手にされてもなかったですね。長谷部さんの1年生伺いましょう。近藤慎一投手やっぱりすごかったですか。ああ、まあすごかったですね。1年から近藤慎一、もう中学校の時からすごかったです。はい、僕隣の中学校 で、うん、でよく試合やってたんですよ、はい、中学校の頃から。でも隣に近藤っていうすげえピッチャーがいると、うん、でうちの中学校にも試合しに来るんですけど、監督の車に乗って一人だけでもう監督座って近藤慎一がドンと座ってるんです。特別扱い、特別扱いあとみんな他のやつはみんな自転車かそういうやつがいて、あそうだ、はい、で実際に会って、もちろん長谷部さんはキャッチャーだから受けるわけですよね。はい、僕だから高校入るの時に、僕自分は教育行くと、で慎一お前どこ行くんだって隣だったからよく喋ってたんです、はいはい、で俺も教育行くよって、うん、じゃあ練習一緒にしようかっつって、でその時に初めてキャッチボールしてピッチングして、もう入学する前の話、入学する前に、じゃあ、まあ、そうしたら仲良かったよな、うん、でカーもうカーブ行くぞってカーブがギューンと曲がるカーブなんですよ、はい、もうその頃からカーブすごかったんですか。もうカーブはすごかったです、うん、ノーヒットノーランの最後の篠塚もカーブですよね。あのカーブですあのカーブ、あのカーブが、それはあのカーブ中学校の頃から投げてた。あそうですか、これ打てへん。あれでも夏1年生から新地って入ってたっけ、ベンチ入ってるの、入ってた新地チームからか。1年生の時は俺だけ入って、あ1年生で入ってたの。俺が入ったの。お前すごいな、お前すごいな俺すごい、俺高校1年まですごいすげーなお前。俺のピーク小学校5年生1年生からレギュラー、あれだ、試合ユニオン来てた、来てた夏の大会だよな。夏の大会の時に、うん、その大会に出るのに健康診断かなんかあるんですよ。はいはいはい。で新一はあいつベンチ入りたくないからずる休みしてますよ。なんでベンチ入りたくない。ベンチ入ると合宿があるんですよ。で合宿でいろいろ雑をやらなきゃいけないから1年生なんですよ。ああそうかそうかそうか。で結局あいつずる休みして、うん、その健康診断来ずにでベンチ外れたんですよ、うん、で入ったの僕だけ。ベンチ全部雑用全部僕一人でやったお二人とも秋からレギュラーつかみかかってっていう感じになってくるんですか。秋はですねもうレギュラーだったよな。いやいや2年生だったからもう一人誰いたっけ。先輩で森さんっていう先輩が覚えてらんじゃん。キャッチャーの人がいたんですよ。その人と半分半分でこうかぶってって。そうか。山崎さんは1年の秋からですか。僕は新チームになった時には県大会、まあ、1次リーグ2次リーグは僕12番つけてたんですね、うん、で県大会になった時にまたあれね、またユニフォームこう変わるよね。で変わった時に2番もらったんですね。で行ったら当時1個上のこれもですね、愛工大に行ってもう首位打者まで取った細川さんという先輩がいて、その人はキャッチャー正捕手だったんですけど、うん、僕が正捕手になってしまって、うん、で細川さんという人がユニフォーム配った後にそのまま来て
おいお前、俺はお前に負けたわけじゃねえからなって言って絶対お前のことを追い抜いては見返してやるからなって言って、細川さんそれから練習して始まる毎日選球ですよ、ティーンはぁーって言ったら、もう今日はもうアホード練習したらめちゃくちゃ打ちようになったんですよ。だ僕のおかげなんだよね、すいませんでしたね僕はのんびりやってましたけど、でも監督が山崎さんの方が上だというふうに認めたわけですよね、まあ、どう考えても僕の方が上だったんですけどねいやすごいですよ2打席敬遠ですよ、近藤慎一は。こいつは敬遠されるんでバッとパーン放り投げて近藤慎一の2、3歩寄っていくんですよ。もういや本当高校生ですよ、いやいや2年生ですよ、ベンチから言われてるだけだっつって、また慎一もまた3歩ぐらいわーっと歩み寄る。高校生でしょ、高校生です。同級生だけど仲悪かったな。仲悪いんですよ慎一バカ野郎と思ってね、うん、また共有ですよ打てるわけねえやろこの新人なんだからね、こっちはよ木又さんが変なことをおっしゃってたんですよね。入団当時、この選手は近藤慎一のおまけでついてきたような選手ですからね木又さん僕のおかげなんだよね、失礼しちゃったんだよね僕はのんびりやってましたけど、でも監督が山崎さんの方が上だというふうに認めたわけですよね、まあ、どう考えても僕の方が上だったんですけどねいやすごかったですよ、だから高校時代はすごかったですもん、うん、2年生の時に夏の大会で当たったんですよ、対決したんですね、対決したんですよ、その話ぜひ、うん、はい、それで何回戦ぐらいですか、3回戦、4回戦ぐらいですか、違うあれベスト8だぐらいやな、ベスト8ぐらいで、ベスト8で競泳と当たるって言って、そうそうそう、そうそう、ベスト8だ、ここで近藤慎一ですよ、はい、ピッチャー近藤慎一、はい、ベスト8でバッター7番取ったんです、僕7番取ったんです、4番じゃないんですか、4番は杉浦さんっていうジャイアンツに行かれた杉浦さんって言われた、でそこは普通に勝負するんですよ、うん、そうすると7番になった時に監督、うちの芝木監督が7番だけは敬遠しろって絶対打たすな、打つからってで、3打席か2打席2打席か敬遠ですよ、近藤慎一は。ほんで、こいつは敬遠されるんでバッとバーン放り投げて近藤慎一の2、3歩寄っていくんですよもういや、本当に高校生ですよ、いやいや2年生ですよ、いや、橋田さん、わかりますプロのあの姿を考えるとそうすると、近藤慎一もまた俺はおめえにお前敬遠するなんやりたくねえんだみたいな、なるほど、ベンチから言わせるだけだっつって、また新一もまた3歩ぐらいわーっと歩み寄る、高校生でしょ、高校生です、同級生だけど仲悪かったな、仲悪いんですよ新一だで、それがあって、でもやっぱり審判も見てるからあんまりこう見せるのやばいからすぐパッと僕立って、でその2人がこうやって歩み寄って山崎さんとしては何をお前逃げとんじゃんという、何逃げとんじゃんいやだからやっぱり近藤慎一との対戦をすごく楽しみにして、やっぱ近藤慎一を打てば自分の評価が上がると思ってやってたんで、 なぜ勝負してくれないんだっていう、悔しさね、まあだけどかえって今考えれば敬遠してくれるぐらい怖いっていうんだったら評価上がったんですけど、ね、あ、そうですね、だけどやっぱりその時はまだねそんな考えがなかったもんね。でも柴田監督がね敬遠しろというぐらい、はい、山崎さんすごかったのに、はい、山崎さん7番なんですね、でもそれは。そうですね、あの時は7番でしたね、まあ、まあまあいいチーム、先輩1個や先輩たちチームだったんですけど、打つ人ずらっと並んでましたね、うん、あ、そう、メーデンはもう一冬越すともう打撃がぐんと上がるんですよ、ね、なるほどなるほど、山崎さんそれから近藤さんともにやっぱりハートは非常に強いですよね。まあいずれまあそのところになるとやっぱりね、プロっていうのもすごく意識してやってましたので、はいはい、まあプロに行った時には絶対に高校ではやられた分やり返してやりたいね、だけど同じチームに入るとは思わなかったんですけどはい、はい、そういう気持ちでやっぱりライバル視はしてましたね。2打席は敬遠だけれども、あと勝負もしてる時もあるんですね。そうですね。まあ、その時は打ってなかったような気がするんだよな。打ってはない、うん。やっぱりピッチャーでしたか。うん、まあやっぱりインコースに食い込んでくるね、うん、ストレート、そしてやっぱりカーブ。カーブ、うん、
いろんなところでね、近藤慎一と試合やってますから、うん、なあ、春の大会も、うん、9回の裏ツーアウトまでノーヒットノーランやられて、本当ですか、あれ春だったよね、そう、で春、春日井球場だ、違う違う、豊橋球場、うそ、豊橋、俺何で覚えてるかって言ったら豊橋球場で9回の裏ツーアウト5対0だったな、5-0で負けてたぞ。こうなったらもううちの監督怒り始めて、お前らなっつってノーヒットノーランやられたらお前春日井まで走って帰れって言われたんですよ。豊橋からとか春日井までどうやって走って帰るやって、おいみんなもう負けてもいいから1点取るぞって言ったら、9回の裏ツーアウトから当時あの近鉄に行った1個下のね松久保がヒット打ってね、ツーベース打ったんです、はい、それもツーストライク追い込んでからもう終わったツーストライク追い込んで俺インサイドのまっすぐのサイン出したんです、左バッターで、そしたら近藤慎一首振って、うん、でまたインサイドまっすぐもう一回出したんです、うん、でまた首振ってでもう一回出したんですそれでも首振ってほいでカーブ出したんですよ、うん、パコーンツーベース打たれて、 それでもうヒットノーランなくなって、もうそれでもうこっちは負けても助かったでまあそっからね2点取られたんやな、しんいち5対2で負けたんですけど、もうこっちはもう走っていくのがあそこまでねもう60キロ70キロある距離助かったからもうこっちは負けてもかよかったじゃあ2アウトから2点取ったんですか、2点取ったんですよ、あすごいじゃないですか、そうですよ、まああれがの人ぐらいやってなかったからよかったんじゃないですか、あいつはそれ3年の春の話ですか、あれ3年の春、ね、そうそうそう、でその3年の春には選抜も出てるし、そうですね、競泳は そう、はい、それから夏愛知代表としてやっぱり甲子園に行ってるわけですよね、はい、甲子園どこまで行きました、甲子園は春は、新湊旋風って1回戦負けたんですよ、ありましたね、新湊、はいはい、新湊の応援がすごく、はい、雨の土砂降りの中やって、うん、それで、1回戦負けです、うん、で夏は1回戦、2回戦、3回戦3回戦で、高知商業と当たって、当時はあの岡林っていうヤクルトに、ヤクルト入った、あ岡林で2試合目、2回戦が東海大甲府でやって勝ったんですけど、うんうん、その時の1個下が富士、阪神の富士、おー、勝利チームあれをおったんです、で3回戦で負け、3回戦負けですね、そういう時って山崎さんゲームは見ませんね、負けろと思って見てます負けろと思ってそれはそうですよ、ライバルですけど、それは甲子園で優勝されたらね、うん、えれいことですから負けろと思って見てたように覚えてますけど、ね、なるほど、でドラフトになったら、そうです、ですからね、僕ね、あの共栄高校にはもういろいろ思い出があって、うん、今のノーヒットノーランの方でもあって、で長谷覚えてるかどうかわからんけども、あそこの新チームに俺らが2年生の時のチームになった時に、1リーグか2次リーグで当時の英徳のグラウンドで試合やったの覚えてない、でコールド負けしたんだよ、名電がコールド負けしたんですよ、そしたら監督もまたぶち切れてそっから春日のグラウンド帰って、あもう怒られて終わるなと思ったら、お前らちょっと出てこいってやって、グラウンドに行って言って、俺が行ってまで走っとけってやって、真夏ですよ二次リーグだから、お盆のぐらいだから二次リーグやな、そうそうそう、もう暑いのに3時間、うん、ポール走らされて、バカ野郎と思ってね、うん、また共栄ですよ打てるわけねえだろこの新人なんだからね、こっちはよと思って今度死んだら打てるわけねえだろうと思って3時間走らされたから、これも共栄戦、あなるほど、はい、ニックキ近藤ですね本当にもうね、どんだけもう共栄高校のおかげで、ね、新地のおかげで走らされたから、なるほど、でドラフトになったらもう近藤、はい、投手へのね評価というのは非常に高かったわけですもんね、そうですね、で5球団か、はい、あ5球団、うん、ね、あの年なんか不作の年とか言われてたんだよね、そうそうそう、不作とかな、近藤一強だったんですよあの時、うん、でそれこそあの大学がもう阿波野さんと
愛工大の西崎さん、うん、はいはいはい、このビッグスリーダーって言ってたんだよね、はいはいはい、うん、他いなかったっつってね、不作なんて言われてもみんなそれぞれ結構活躍されてるんじゃないですか、後になったら後になってね、はい、そうですよね、いやあの時は不作って清原桑田さんがいたからな、前の年に清原さん桑田さんの年代だから、うん、それがあったからもう僕らの年不作中の不作って言われて、うんうん、言われてましたね、で、うん、ドラフト当日ですけど山崎さんはどんな形で見てたんですか、うん、まあ僕はもうジャイアンツ一本だったんで知ってます、はい、大のジャイアンツファンですもんね、まあ、ドラゴンズは別にないだろうって思って見てて、うん、ドラゴンズは嫌いだったんですよね、嫌いっていうかやっぱり地元だけに、うん、やっぱり僕もジャイアンツの憧れがあったんで、はいはい、でジャイアンツのスカウトさんももう他は断ってくださいと、うん、もううちが絶対に指名しますからってそこまで約束してたんですよ、うん、だから当時ね、前は清原さんがってね、いろいろあったんですけど、うん、僕もやられた口なんですよ、あ、そうか、ただ話題性がなかったからね、話題にならなかったんですけどあ、なるほど、話が違うじゃないですか、いやいや、もう全然話が違うなと思って、うんうん、それこそ中日のスカウトの方も、え、もう示してくれるって話す筋はあったよね、おんない、おれない、なかった、全然なかった、前日まで何もなかった、あ、そう、うん、ああ、でもう中日はもうスカウトができて1位はもう近藤慎一でもう行きますと、うん、いうことは言ってたんで、うん、だけど僕はもうドラゴンズのことは関係ないんで、うん、まあそうなんですかみたいな、うん、でジャイアンツはドラフト1位は阿波野さんで行くから、もし阿波野さんがドラフトで外れ、あの抽選で外れた時は山崎さんをドラフト1位外れ1位として指名しますからで待ってて、ね、阿波野さんは近鉄行った、で外れたよっしゃジャイアンツや思ったら、うん、外れ1位木田って言ったんですよねみたいな、で木田投手ね、で、うん、あの時はもう2位からはもうウェーバーでしたっけね、いやだから山崎さんも抽選じゃないですか、抽選かな、うん、抽選なんです、でそれで中日指名受けてうわーと思いましたね、あの近藤慎一投手と一緒かいやそういうよりも、え、俺ドラゴンズか、うん、あ、もう大学か社会人行こうって思ってました、あ、本当ですか、はい、はい、思ってました、あ、はい、そんなにやっぱり地元嫌でしたか、当時は僕らの時は中日ドベゴンズって言われてたんで、言われてたよな、言われてた、だからそういう部分では全く興味がなくて、あ、もう知ってるのって言ったら本当に大島さんとか矢沢さんとか、なるほどなるほど、そのぐらいしか知らなかったんで、ただいよいよ星の体制でっていうね、なんかこれから行くぞっていう感じにはなってたとは思うんですけど、ね、でも実は、うん、星野さん名電のグラウンド来たの、あ、本当、これでもあの年って星野さんが監督になられる時に指名受けたじゃん、あれね、あのある人と星野さんが春日井かなんかで講演会があった帰りに、はい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 、名電に来て、僕はまだそれこそ練習してましたから、た時に星野さん来たんです、ほら山崎さん見に来たんだ、見に来たんです、あ、すごい、そう、見に来たらしいです、今あのだいぶ前に聞いたんですけど、うん、いやこういう選手があるからちょっと見に行きませんかってその人が言って、うん、見に来て、うん、星野さん来たんです、うん、で僕初めて星野さん見た時にうわすっげえな、オーラ感じました、いや顔と耳がでけえってもう耳こんなだったんですよすっげーでげー顔と耳があって思って、うん、で星野さん来てくれてそれで指名してもらったみたいな、ということですね、はい、だから星野さんは高く評価してたんですよ、なんかしてくれてたみたいですけど、その時はね、それが証拠に入団して最初に落合博光さんと同じ部屋でしょ、それが最悪でしたよね、違う、ちょっと待ってください山崎さん、最悪だよ、いやいや山崎さん、はい、星野さんとしては、はい、帝王学じゃないけれども、落合博満から学べと、だってよくあることじゃないですか、そういう一流の選手と、あの黒さんでも学ぶもん何にもなかったですよ僕あのね黒さん、だって僕一緒に沖縄のキャンプ一緒の同部屋にさせてもらって部屋子じゃないですか、はいはい、もう部屋におられないんですよ、うん、そうすると、うん、もう長谷あの時誰と一緒に、俺新一だもん、あ、新一、うん、最高だな、バッテリーで一緒に、バッテリーで、あ、気使わなくていいですね、だからよく部屋行ってたよな、そうそうそう、もうだからもうあらゆる人の部屋のところに行って時間潰しして消灯になって帰って行って寝てたっ
ていう、もうあの当時はあの中日の候補の人が落合さん好きみたいな人がいて、毎晩ね落合さんとその人とお酒飲んでたんですよ、部屋で。18だし何してもあれじゃないですか、もうそれこそハズエベとかの部屋行っとったやろ。なるほど。で逃げ倒しとったんです。逃げた。ただ星野監督としては、はい、その一流選手からお前学べってことで同じ部屋にした。いや学ぶことなかった。いや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 、だから星野さんとしては親心だと思いますよ、それは。まあそれはそうですね。学ぶことは。なるほど。で長谷部さんは近藤慎一投手と同じってことは全然気楽じゃないですか。めちゃめちゃ気楽やな。1年目から気楽にやらせてもらってました、ね。はい、そういえばあの入団そのものが、はい、木俣さんが変なことをおっしゃってたんですよね。入団当時、うん、やっと3年目4年目か4年目でやっと1軍上がって、うん、試合で出た時に出させてもらった時に、うん、あ、この選手は近藤慎一のおまけでついてきたような選手ですからね。解説の時に今だったら大炎上だな。いやもう地元では結構あ、そう、何言っとんだっつって。僕はもう何度もアナウンサーと解説して何度もご一緒させて。そうですね、一緒ですもんね。あの時々あの怖い発言がありますいろいろ。星野監督にいきなり呼ばれて、うん、おいお前アメリカ行ってこいと、うん、明日行けって言われたんです。明日から行けって福田さんにおい福って言って、おい明日こいつアメリカ行かせろって言って、福田さんいやパスポートもないんですよって言って、お前俺が行けって言ったら行けだろうって言うんですよ。むちゃくちゃアメリカで学んだことどうですか。何もなかったですお前ら好きな僕やと俺が奢ってやるから、僕が奢るんじゃないですか。ドラゴンズ何を奢ってもらうんですかお前ら。近藤慎一投手の球結構一軍でも受けられてるわけですよ ね。一軍はあんまりやってないです。一回だけ最後の方にもう新一も肩壊して、あ、そうなんですか、はい、うん、最後の最後で1回だけ甲子園で、うん、あのバッテリー組ましてもらったことはありますね。ノーヒットノーランの時はどっかでご覧になってました。ノーヒットノーランはみんなあのあれです、野球見学ってね、あったな、昔ありましたね。当時はあの CBC のテレビ席の横かなんかね、前にこれぐらいの椅子持って泣いたな。2軍の選手がみんな見てるんですよね。2軍の寮生はみんな行って、はい、あで球場見てた、見とったよ。俺アメリカ行ったから。あ、そうだ、え、僕アメリカ留学してて、あ、そうで、アメリカ留学してて、近藤慎一がノーヒットノーランやったって情報、そこらインターネットなんかないですから、ね、ないですね。国際電話ですか。嘘だろって言って、すごかったね、あれ。うわマジかってまた置いてかれたよと思って、なんていうか憎たらしかったですね。そうですか。ばっかりまた置いてかれた。いや本当すごかった。でいつもだったら5回まであの見るんですよ。はい、そうだな。で5回まで見てで帰るんですけど、うん、もうその時だけは。普段の試合はもう5回見たら帰ろう帰ろうみたいな感じなんだけど、もうその時だけはちょっともうちょい見たいな、うん、で帰りのバス乗ってもまだの人乗らんだよって、最後、最後見てないんですか。見てないんですよ。で、うん、最後は寮に帰ってでテレビでの人乗らんって、うわーっつってみんなでテレビの中継が当時7時から中継だったんですけど、はい、あの6時20分から試合開始が、うん、でその時に近藤慎一で CBC のスタッフみんな、うん、これ7時の全国ネットね、中日巨人戦全国ネットですから、ですね、7時の全国ネットまでに先発消えてるわ、消えてるね、みんな言ってたぐらいなんですよ。それがあれよあれよで、で僕はあの時ヒーローインタビューしてるんですよ。あ、そうです、ね、最後 ね、 そうですね、お姉さんとお母さんが、はい、あのスタンドにお見えになってますね、はい、どんなお気持ちですかみたいな、そんなこと聞いたことがあるんですけど、その時山崎さんはアメリカ、はい、アメリカガラコーストですか。ゴールドコーストかフロリダかその辺にいたんですけど、ドミニカじゃなかった。ドミニカはね、あの最後の1ヶ月なんだ。あ、そう、ルーキーリーグで、あれ何月にやった新地、あの8月です。あ、8月だったらドミニカかもしれない。ドミニカあれ翌年高山選手行ってません。あ、行ってみんな行ってますよ。そこでしょ。
そうですそうです。僕はあの山本正さんを追いかけて、はい、あの取材で行ってるんです。正はだって 1A でしたもんね、ベルビーチドジャース、うん、だからフロリダ半島の右側なんですよ、はい、ベルビーチ、うん、で左側だと思うんですけど、あっち側に何か何かおりましたね。そうでしょう、はい、小山選手が行ってたところだと思いますよね。まあ、それもだってあのあれじゃないですか、星野監督の親心じゃないですか。そうですけど、いやすごかったですよ星野さん。僕あの2月キャンプ入った時、それこそ一軍のキャンプで練習させてもらって、で星野監督にいきなり呼ばれて、うん、おいお前アメリカ行ってこいと、うん、明日行けって言われたんですよ。明日行け、明日から行けって。で当時マネージャー福田さんだったんだわ。あ、福田さん。で福田さんにおい福って言って、おい明日こいつアメリカ行かせろって言って、福田さんいやパスポートもないんですよって言って、でお前俺が行けって言ったら行けだろうって言うんですよ。むちゃくちゃむちゃくちゃなほどください。いやパスポートは取れませんって言って、ちゃんとあのいろいろ手続きあるんでやらないとダメだ、俺が行けって言ってんだってずっと言ってましたからね。最低でも 2,3 週間かかるんですよね、パスポート。ほいでお前早く直ちに行けって言われて、でね、でもそれからやっぱり半月以上いて、それからまああのアメリカの方に渡ったんですけど、それ大概でしたよ。アメリカで学んだことどうですか。何もなかったっす。僕山本さんとかね、はい、あの時そうそう皆さんの同期の西村投手も一緒だったんですよ、はい、ベルビッチ同士、はい、僕は一緒にいたの荒川です。荒川、あ、そうかそうか。で、これね皆さんね今日見てくださってる人はドラゴンズのアメリカ留学イコール山本昌って思ってる人ばっかりなんですよ。 あれ嘘ですから。アメリカの留学の一期生は僕ですから。いや僕なんです。一期生は高井森美さん、まあ、あのそうですね、あの時は僕初めで昌さん後なんです。なるほど、うん、はいはい。でまあちょっとこうなんていうか当時高橋道武さんと3人で行って、あまりこう右も左も分かんなかったんで、毎晩ですね豪遊してました。本当ですか。もう球団がもう飯はいくらでも使っていいっていうもんですから。あ、なるほど。毎晩美味しいもん食べて、で、まあ、今だから時効だから言うんですけど、当時ルーキーリーグにいて、ルーキーリーグってほとんどの選手がドミニカ人の選手なんですよ。あ、中南米の25人ぐらいでもうどん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 ダメって首切られると、うん、2人切られるとまたドミニカから来るんですよ。あ、なるほど。そういう感じでどんどん来るんですよ。で当時彼らもやっぱりドミニカから来るともうお金がない、うん、お前ら飯どうしてんだって聞いたら、うんうん、いやご飯食べてないと、うん、朝飯は食べられないと、うん、お金が仕送りをしなきゃいけないから、はいはい、じゃあ夜はどうするか、じゃあちょっとしたもの食べる、じゃあバーベキューしよう、僕はバーベキュー週末になると必ずバーベキューして、はいはいはい、すいませんドラゴンズのお金をいっぱい使わせてもらって、うん、みんなに振る舞ってたんですよ。だから僕すごいやつだと思われてたんですよみんなに。こいつすげえな。である日朝飯食ってないって言うんだったら、そうかってお前らって、俺で十何人ドミニカンいたから、朝7時にマクドナルドに来いと、はいはい、十何人来るわけですよ。お前ら好きな僕やと、俺が奢ってやるから、僕が奢るんじゃないですか、ドラゴンズの何を奢ってもらうんですよ。お前らええからお前好きな僕食えって言って、僕1ヶ月飯ごそしてやったんですよ、ドラゴンズですけど。そしたらもう僕もう本当にね神様扱いになっちゃって、野球はしょぼかったんですけど、うん、すげえやつがいるって言われて、だからね技術的にはあんまりねもう試合に出れなかったんで、1年目というかその時2人で荒川哲と行って、うんうん、で哲は食事が合わないからっつって痩せて帰ってきたんですよ。こいつだけ太って帰ってきた。それね山本昌さんもそうなんですよ。あ、そうなんですか。アメリカの食事美味しいですねって言ったんですよ、僕が行った時。まさかでかなってました。ほんとね、いわゆるアジャストっていうんですか、はい、適応して。でもさすがにドミニカ行った時はきつかったな。食えなかったな。もうドミニカはですね、あのジャングルの中に球場があるんですよ、うん、で本当に道がもう獣道みたいなとこ行ったら、すっごい立派なドガージャースのアカデミーがあって、そんなこの中に寮もあって、そこに生活してるんですけど、でそこでまあご飯とかもあるんですけどね。でご飯になるとみんなあの、まあ、あのこうやって装ってくれて食べるんですよ。で行ってもやっぱりなかなか食事合わないわけですよ、うん、
そうするとみんなこう食事をってポーンとこうテーブルに置いたらみんな外に行くんですよ、急に、うんうん、なんかお祈りかなんかあるのかなでバーって行って帰ってくるんですよ、うん、そしたら何してかったらみんなアボカドを取りに行くんですよ、うん、なってる木を、うん、でアボカド取ってそれを食べるんですよ、うん、おかずと一緒に。だけど身になってるやつすぐ食べても美味しくないわけです、うん、だけど、うん、それを彼らはね食べるんです。でバナナはやっぱりだいぶ寝かせないと美味しくないんで、うんうんうん、バナナもそこら中になってるんですけど、うん、だご飯と揃えて食べてる。ドミニカ僕付き添いで行ったんですよ、はいはい、2016年に、はいはい、あの高橋あフミのアギミとあの長峰ってやつ連れて、でその時行った時もバナナなんだ、あ なんでバナナをあれ煮込むのっていう話なんだよ。あで僕もでそれが手羽先に見えたんですよ、うんこれでザーッとたくさん取って、うわ手羽先うまそうやなと思って食ってパッと食ったらやっぱバナナそこら中になってるよなバナナ、うん、バナナえでもどこにいた、サントドミンゴにいた、サントミンサンペドロ、あサンペドロか、サンペドロ緑色の、いやもうその時ですかドラゴンズ優勝して長谷部さんのユニフォームを掲げてくれてたって、あの新一がこうやって、うん、あそうか、はい、その日に僕らあの飛び立って、なるほど、はい、でドミニカ行ってんだよね長谷部もね、後で帰ってきたら、あれ、長谷部死んでなかったのって言われて家にもこうやってやってるもんで、長谷部死んだのかなっつって、だから僕もあの特番でね、その山本昌さんと、うん、それから西村投手がベロビッチドジャース、はいはい、で小山選手がルーキー、はいはい、それからアメリカの西海岸の方で藤尾選手と前原さん、はい、前ちゃんも行ったってアメリカ、この5人を追いかけての特番行ったんですが、はい、でその時にあの感じたのが折れたバットをテーピングして、はい、それで練習でやってるぐらいの、だからそこ で、 そ、 で、ね、その多くのドラの選手たちがやっぱりハングリー精神はすごい学んだっていう全然ハングリーじゃないよ俺は学ぶこと何もないわ、だってそこのね、あの全選手チームのロッカー一緒のロッカーなんですよ、うん、ルーキーリーグって、うん、ブワーッとでかいところに、はいはい、置いてあって、それでこの椅子の下にこう貴重品入れて鍵があるんですね、うん、そうするとまあ、手袋とかなんとかって置いてて、はいはい、まあ、僕らも日本人的な考えあるから野球道具全部置いていくわけですよ、うんうん、で最終日になったらそこからまたいろいろなところにこうあのチーム渡っていくんですよ、はいはい、で、ああ今日終わったから荷物取りに行こうって言ったら全部荷物パクられる、でこの鍵も全部壊されて全部だから次の日野球できない何にもないから、またいいもの持ってるし、そうそう、もう僕らなんてしょぼい選手なのに手袋バットをみんなくれくれ言うじゃないですか、はいはいはい、もうすんごい量持ってったんで全部パクられちゃって、あそう、でその日に近くのスポーツ店行ってグローブとバッカーと手袋買って試合に出てた、あそう、そうなんですよ、あでないから送ってくれって言うともうね時間かかるの、やっぱ半月ぐらいかかるんで、だからそういう厳しさはあれですけど野球はもうまだついていけるレベルじゃなかったですね、18の僕には。あそうですか、うん、レベルはやっぱり高かったルーキーに。いや高いっていうか、うん、ただ球が速い、うん、ただ足が速い、うんうん、そんなあのただ肩が強い、うん、そんなやつの集まりなんですよ。だからトータルバランスっていうのは全然高くない選手なんですけど、ピッチャーでも濃紺だけど当時150後半投げるやつとか、ファースト走られたら、ファースト走ったらめちゃくちゃ足早い、だけど打つこと全然ダメだとか、肩投げたらこんなやつとか、そんなやつの集まりでしたね。はい、帰国してそこからの、まあ、山崎さんのこの歴史振り返ると、2軍ではこういろいろタイトル取ったりとか、そうですね、あるいは春のキャンプで非常に春のキャンプからオープン戦、うん、いい成績残して、そうですね、ところが一軍に上がるとあまりこう成績は出てないというか、ちょっと苦しむシーズンが続いてますよね。いやもうその 1,2 軍のこの壁っていうのはどうやったら破れるのかなって、うん、2軍では軽く打てるのに、はい、2軍で調整登板してきて1軍のピッチャー行ってもまあそこそこはやれるのに、うん、なんで1軍になったら子供扱いされるのかなっていう、うん、もうその自分の頭でそんなことばっか考えてましたね。ああそうですか。なんでこんなに違うのかなっていう、それはすごく思ってやってましたけど、だけどもう4年目ぐらいからは
一軍で活躍するプレーする人っていうのは別の人がやることだから俺はあんまり関係ねえんだな、だから人事だったですね。活躍するのも近藤慎一が活躍するのもやっぱりこうレベルっていう部分が全然違うからもう俺はあそこには達することはな無理だろうななんて思って半ばもうちょっと諦めムードでしたね、うん、俺このままもうクビになるんじゃないかみたいな感じ。それはずっと思ってやってましたよ。そうですか。もう4年目以降はあいつクビになるんかなっていう、それはずっと思ってはいましたけど、だけどこういう性格なんであんまり弱みにしたくないっていうんで、ダメならやめたるわっていう、まあ、強がってましたよね。なるほど、はい、なるほど。その頃の長谷部さんとのやり取りってのは2軍での生活ってのはどういう感じでした？お互いにいろいろ呼ばれんな1軍にとか、なんかそんな感じで。いやでもね、長谷部はねちょこちょこ1軍行っとったんですよ、こいつ。4年目からですね。行ったよな、お前な。でずっとだから2年目はだからずっと使われて、で行ってたでしょ、うん、俺2年目は1軍上がってないもんな、で3年目4年目からまあこいつちょっと元気あるなみたいな感じで、でも一番最初はやっぱ入った時はもうえらいとこ入ってきたなと思いましたもん。当時だったら中尾さんがいて、で大石さんがいて、はいはいはい、で中村さんが使われる子、そうだな、でたけしがいて、もうキャッチャーだらけですよ。その後に大宮さんも入ってきてるのね。はいはい、大宮すごいキャッチャーやな、ここでわこんなとこでどうやってやっていくんだと思って。他のポジションっていうことはなかったですか？いやもう全然僕バッティング悪かったですから、全然そんなポジション行くのはなかったですもん。そして長谷部さん、はい、山崎さんに関するなんかエピソードがどう起こったの？いや昔って1年目2年目というか、高校での選手が8人いたわけですよ、で8人いて、その中でやっと、まあ、遠征も連れていけない選手いるんですよね、ピッチャーとかでも、で昔ネチって言って、清水ネチな、小坂井高校清水ネチってあだ名だったんですよ、同級生、同級生が、でそれが初めて遠征に行ったんですよ、甲子園だったな、甲子園に。で甲子園、まあその2年目だから、まあ、僕らももう控えで、たけしが、まあ、手でかぶっとったんで、でやっとそのネチが、清水がマウンド上がって、初登板だな、投球練習するじゃないですか、投げるぞと、やっと甲子園のマウンドですよ。そしたらセカンドスローでビャーンと投げたら、ピッチャーもその清水もかっこつけてパッと後ろ振り向いて投げ終わった後で、キャッチャーがその後投げるじゃないですか、頭にバーンってなって、分かった、投球練習をします、最後の1球が終わったら、キャッチャーはセカンドよくね、盗塁阻止のその最初5球目、今5球目でセカンド送球して、ボール回してスタートなんですよ、それで試合始まるんですよ。ところが試合前、その投球練習終わって、清水選手がセカンド方向向いてしまった、かっこよく振り向いて、そこへタッチして当てて、もうそっから、ね、もう倒れてるんですよ、清水がパーンって倒れて、うわーと思ったら、当時あれ稲葉さんだな、こっち稲葉さん、稲葉さんって、お前大丈夫かって言ったら、清水が大丈夫ですって、もうなついちゃってな、こうやって投げれますって、投げれるわけねえだろって言って、でせっかく掴んだチャンスなのに、一回も投げて、一回も投げて、その時のたけしの言った一言が、なんだ、人生で一番指にかかったボールだったあれもね、伏線があって、あれ金山さんだよな、コーチ、金山さんで、僕スローイングあんまり下手くそだったもんですから、最後のセカンドスローちゃんと投げろって金山さんに怒られてたんですよ。でこうやって投げて、ネチがサード側にこうやって振り向いたんですよ。だからちょっとサード側に体が寄ったんですよ。で僕こうやってバーンと投げて引っかかった、思いっきり引っかかっとるもんですから、ボールがパーンって引っかかったらこっちが行ったんですよ。ほんで清水の頭スカーンと倒れてね、倒れた、ガッと大丈夫ですって言って、そこからそいつネチっていうあだ名だったんだけど、破壊石っていうあだ名になったの誰がつけたんやな、俺か、それからあだ名が変わっちゃって、なんで破壊石なんだよ、頭強えな、破壊石みたいに強えな、強えなそういうあだ名が勝って破壊石になる。あいつの人生狂わしたな、俺な。昭
京田選手に5盗塁を許したってなりましたね、はい、一試合でとんでもないことしたなって思って僕そうじゃなかったです、うん、これでやっとキャッチャークビになると思ったんですよ。それでラッキーっていうふうに思ったら次の年もうキャッチャーやれって言われて、うん、買い殺しされました。はい、歌いますって言って普通に歌う普通にあはいって歌ってで純恋歌をな死ぬほど落ちてなめちゃくちゃ下手くそだっためちゃくちゃ外して阪神タイガースの矢野監督はめちゃめちゃ音痴ですからねキャッチャーだからキャッチャー道具を持ってかなきゃいけないんですよ。あれで喧嘩したな。俺試合出とるで疲れとるでお前持ってけそれ違うだろうみたいな。考えたら山崎さんキャッチャー時代、はい、あの翔太選手に5盗塁を許したってのありましたね、はい、一試合であれもですね、あれはね消化ゲームで、うん、山本浩二さんと星野さんだって仲いいじゃないですか、はいはいはい、であの時翔太さんが盗塁をかかってて、うん、であとトマシノさんってあのルーキーヤクルトのトマシノさんだったんですよ、うんはいはいはい、でまあうちは中村引っ込まして控えの山崎出させるから、うん、まあ 2,3 個はいけんじゃねえのみたいな感じだったらしいんですよ。ああ投入させたのでピッチャーあの時上原だったんですよ。 あいつもクイックモーションしないもんですからまあそれよりも僕はもうとんでもないもんだけどでもねあの時5盗塁されて中村さんが最後出てって1つ足で6盗塁で記録だったんですけど1試合6盗塁、うんでもね僕ねあれ宿舎帰って普通だったらはーってちょげるじゃないですか、うん、とんでもないことしたなーって思って僕そうじゃなかったです、うん、これでやっとキャッチャークビになると思ってたんですよえもう自信なかったんですか。もうキャッチャーなんか絶対だって中村されたからもう抜けねえしもうバッターとして生きていきたいから、うん、もう僕もうキャッチャーやりたくなかったんですよ、うん、で5盗塁されて、うん、もう世間がうわーっともう話題になって、うん、山崎5盗塁のって言っていった時に自分ではよしよしこれでクビになれると思って、はあ、星野さんも半分そういうつもりで出したんだよね。これでクビになれるラッキーと思ってやったら次の年もキャッチャーやらされてな俺な次の年もやったんだよ。あ、そう俺そこでやめんかった。そうそう違う、あ1年までやった。もう1年やった。もう1年やった。これでラッキーっていうふうに思ったら次の年もうキャッチャーやれって言われて、うん買い殺しされましたあの1年が早くやってれば2000安打だったでその後外野行ってそれからファーストっていう感じですか。あれもねキャッチャーから外野に行った時に、ねうん、星野さんに呼ばれて、おいもうお前よもう外野行けってこんな感じで言われたんです、うん、お前外野の次はもうねえぞっつって、うん、外野の後ろどこだお前観客席だぞお前もう外野でええわってもう捨てゼロ剥がれたんです僕星野さんに。もう行けっつって言って、うん、もうこんな感じで自分ではラッキーこれでバッティング集中できると思ってましたから外野への不安はなかったんですか。ありましたあったんですか。あったけど高木守道さんは僕をですねセンターで使ったことありますからね。あパウエル怪我した時僕センターちょっとやってたんです。春のキャンプとかあると打ち上げがあるんですよ、はい、で打ち上げでビンゴ大会とかいろいろな司会やらされるんですよ。でそれ誰かおらんかみたいな感じでで僕が出てって司会やったら意外と受けて、で星野さんあいつなかなか元気あるじゃんみたいな感じで一軍行ったようなもんですから。あ本当ですか。そうそうあれムーンビーチでな打ち上げでな打ち上げでみんなでなみんなで舞台上がってそれでやるんですよ。俺でお前司会取ったんだ。100人ぐらいみんないるんですよ。でこっちも緊張しながらもうカラオケ大会とかカラオケ大会とかあってへえでその司会やって、うんそれで大盛り上がりになって、うん、そっからですねちょっと呼んでもらえるようになった。なるほど、はい、俺さカラオケ大会やったじゃん、はいはいはい、あのねムーンビーチ の, あのところさ俺で行ったら毎年ルーキーがあの絶対歌わなきゃいけない。それで行った時にまあ同級生の今阪神の監督に矢野が矢野、ね、入ってきたんですよ、はいはい、で同級生です、うん、あれもちょっと男前で、うん、俺で行ったらお前歌えって言って歌わされたら、うん、はい歌いますって言ってな普通に歌うんだよ普通にあはいって歌ってで純恋歌をな歌い出して普通に何も物落ちせずに歌うなと思ったらもう死ぬほど落ちてなめちゃくちゃ下手くそだっためちゃくちゃ外して
もうあれビビったな。あれ盛り上がったね。盛り上がったよな。盛り上がったあれは。阪神タイガースの矢野監督はめちゃめちゃ音痴です、ね。音痴音痴。あんまり阪神の選手に聞かせたくないこと。じゃやばかったよ、ね。本当に。それも全部外してる。全部外してだった。でも元気にやりますとか。はい。はいとか言ってるの。普通に 歌い出したね。そう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 、そんなことだったな。だからいろいろ野球以外にもやること多かったよね。いや、そっちの方が面白かったな。二、うん、人でこう外へ出てとかいうことはないんですか。山崎さんは飲まれる感じじゃないんですか。いや、ね、まあそういう言い合いもしたし、よう喧嘩もしたけど。喧嘩もしました。あれだよね、俺一番覚えてるのは大阪遠征が多いんですよ、はいはい、僕らの2軍の時に、うん、で竹園ホテルっていうとこ泊まって竹園、はいはい、その日休みだったんだよな。で休みになった時に、うん、お休み何するって言ったら、ちょうどあの時あポートポートポートピアポートピアポートピアっていうのができた時、神戸の遊園地があって、あ、はい、なんか知らんけどそこ行こうみんなで行こうっ って上原明だな、あれ長谷部と上原と芹沢と、うん、あと何人かでな、うん、高橋、うん5、6人で、うん、なんか知らない遊園地遊びに行ったから俺すげえ覚えてる覚えてる大男で、野郎ばっかで、うん、ちょこちょこそういうのもやったり、まあ、雑用やるとね、言い合いしたりとか、そんなことはあったんですけど、うん、まあキャッチャーだからキャッチャー道具を持ってかなきゃいけないんですよ。あれで喧嘩したな。 あれで広島の遠征だけはこんなキャッチャー道具を新幹線で行くんですよ、はいはいはい、で新幹線でもうみんなそのバッグとスーツケースもあるから、それを誰が持っていくんだっていう話になってで喧嘩になるんですよ。先週前回は俺行っただろお前今回お前だろでもう一人も言う、俺試合出とるで疲れとるでお前持ってくるそれ違うだろうみたいな。なるほど、それおかしいやろ。ないもうほんとたらいもないことに喧嘩しとったな。当時はバッティングキャッチャー試合前に行かなきゃいけなかったから、そうそうそう、球場に BC って言って、はいはいはい、で試合前にこうやってやるんですけど、うん、で僕2軍戦出てるから、うん、俺行きたくねえと、うん、俺行きたくねえ、お前試合出てねえんだからお前行けよってこれで喧嘩だよな。で本当は3人で回して行かなきゃいけないんですけど、うん、俺2軍戦で疲れてっからお前試合出てねえからお前とセルザーとお前2人で行けよそれで喧嘩になるんですよ。めちゃくちゃだったんですよ。なんかまだ高校生ぐらいのノリですね。もうそんな感じ、そんな感じです。長谷部さんはその一軍に上がった時に星野監督じゃないですか、はい、で中村さんは結構手出されてってみたいなのありましたけど、はい、僕はもう全然殴られなかったです。ないんですか。ないですね。もういや殴る選手はみんな期待されてる選手なんですよ。で僕は全然殴られなかった、期待されてない選手なんですよ。これで唯一殴られたのが監督じゃなくて、バッテリーコーチ、うん、矢さん、あ、加藤矢さんで、今中と中とバッテリー組んだ時にちょうど、うん、そうですよ、僕も一応試合出てヒット打ちまして、うん、8点差ひっくり返した時とか、うん、一応出てましたんで僕中村たけちゃんの、はい、あ、はいはいはい、で中村さんが怪我してた頃に僕がそうやって出て、うん、で今中とサインの交換やるんですよ。でその時に、うん、テレビが映るんですよね。で、うん、その時まだ今中1年目だったから2年目かな、緊張、すごい緊張してて、でサインって大体3つ出すんだ、こうやってパッパッパッと、うんうんうん、そうすると分かんないですよね、うん、3つ出して最初だぞって言っても分かんないです、うんうん、でそのうちに1つだけ出して、うん、出すとそれがテレビで抜かれたんですよ。ああ、これ1個で、1個でやってた、1個でランナー2塁にいるんだけど、うん、1個で出すからっつって、それを片貝さんが加藤康さんに伝えて、うん、あっち1個しか出してないでベンチ帰った時にドガーンと、なるほど、お前サイン1つなんか何考えとんだって怒られたことありますね。でも星野さんにはなかったってことは、逆に言うと、ね、ちょっと寂しい思い、変な言い方ですけどちょっと寂しい思いもしました。まあ寂しいというより、まあ、僕らも本当怖がりながらやってましたからね。ああ、そうか。もうそれこそベンチ座って監督の前座れとか、やっぱ1年目とか言われるんで。ああ、なるほどね。だからこの背もたれはつけるな、これつくなってことだね、うん、って言われてましたから、だからこうやって必ず背もたれの前にこうやってやって、な、前かがみで座っててと、で、何かあった時には行けと、行けって、っていうんですよ。こうやって背もたれやると、後ろから星野さんがギャーンと蹴るんですよ、ね、お前何背もたれかかっとんだって言って怒られるんで、う
常に前です。だからもう 1,2 年目が若いやつが星野さんの前に座るんですよ。前に座らなきゃいけないですよ。これ強制だったんです、うん、で春のオープン戦なんかだと、あの火鉢あったじゃないですか。 ありましたあれ、はいはい、火炊いてるじゃないですか、はいはい、で あそこで岩本さんっていう方がガンちゃんが、うん、レギュラー陣が、おいお前らよしっかりやってくれよ、お前らがしっかりやらんと俺らに火の粉がかかってくるんだって言ったんですよ。それで試合始まって星野さん怒って火鉢ダンって蹴っ飛ばしたら、始まりましたしっておい本物の火花だね、火の粉が降ってきたなっつって、ああなるほど、やってましたね。あだけど今思ったあのドラ、あの名古屋球場のベンチめちゃくちゃ狭かったな。狭いし、もうぎゅうぎゅう室沈めだったよな。もう大の大人がピリピリしとったしね。ああさあそれじゃあ星野監督とのお話いきましょうか。はい、これどうぞ。僕懐かないんですよ多分。そうですか、うん、あのな多分俺そういうとこあるよな、うん、こうみんな右向くと俺左向くタイプだったもんな。そうだね、やっぱり中村武さんがもう長男坊だったんですよ。あ、はいはいはい、だそれがすごく僕にとっては、うん、やっぱりなんていうか嫌だったんですよね。なんでやって中村さんばっかり嫉妬ですよ。落合英二のあの適当なお告げを聞いてるんですよ。英二どれで打てる、頼むもう頼むよってなって言って、いや打ちたいんでしょ、うん、なったら Z で打ってだってガーッとホームラン。それじゃあ星野監督とのお話いきましょうか。山崎さん、これこれどうぞ。いやあの僕ね、山崎さんのことちょっといろんなところで調べさせていただいたら、はい、山崎さんものすごく上の人との圧力って、僕懐かないんですよ多分。そうですか、うん、あのな多分俺そういうとこあるよな、うん、こうみんな右向くと俺左向くタイプだったもんな。そうだね、まあ、それってどうなのっていうのはあるんですけど、まあもう一番は僕星野さんはやっぱり中村武さんがもう長男坊だったんですよ。あ、はいはいはい、まあ、これはもうみんなが認める、もう、はいはい、あんだけ中村か武さんが愛の鞭を星野さんに食らっても、うん、やっぱ長男坊だったの、うん、だそれがすごく僕にとっては、うん、やっぱりなんていうか嫌だったんですよね。なんでやって言って中村さんばっかり嫉妬ですよ。だから、ね、僕中村さんとは全然仲悪くなかったんですけど、うんうんうん、常に中村さんは超えたいっていう気持ちはね、若い時からあって、うん、レギュラーになった時もジャンルはね、僕はキャッチャーじゃなかったけど、年俸でもとにかく1円でも中村さんよりも多くもらいたいって気持ちあったんですもん、初めて。あの時は、うんうん、だからまずはそこを超えていかないと、まず一軍とか一軍では活躍できないなっていうふうに思ってたんで、うん、まあ、それが少し、まあ、今思うとあったかなっていうのはありますね。でも監督に対してね、まあ、それ後もいろんな監督さんとのね、ご圧力じゃないですけど、はい、もうあるんですけど、それはある意味自分への自信っていうか、自分の生き方とか、それから正義感みたいなものものすごく強いんです。まあでも言っていろいろ言って、もしダメだったら残ろうっていう考えではいなかったんで、もしダメならいらんって言われたらそれまでだと思って僕は言ってましたんで。あ、それがあの、ね、文句言いたい、球団に残りたい、野球やりたい、これは虫がいいっていうふうに思ってたんで。あ、なるほど。もう言った以上もうこれされても仕方ねえなと思って言ってました。つまり自分の言動にはちゃんと責任を取るぞと。とりあえずもういらんって言われたらもう仕方ないなっていうふうに思って。だけどどっかの中でやっぱり一軍でか、飯が食えるようになった時にはどんだけ言っても結果出せば使わざるを得ねえだろうっていうところは思ってやってた。こいつムカつくな、憎たらしいな、だけどやっぱりこいつ使ったら戦力になるなと思ったら使われるなと思ってやってたんで。でそれにはね、ある程度の実績というか、肩書きというか、それも必要になるということで、はい、山崎さんはホームラン王という肩書きも取りました。でそれに至るまでのいきさつとして、はいはい、星野監督から体重20キロ減らせと。そうですね、もうそれが本当にそのシーズンのタイトルにつながってるのは間違いないんじゃないですか。まあ、この辺はですね、もういきなり秋のキャンプに星野監督がまた
2回目の監督でしたよね、はいはい、呼ばれてお前2月までに20キロ痩せてこいと、痩せんかったらお前ユニフォーム着かせるぞって、まあ、脅しされたんですよ。まあ、うん、今じゃ絶対ダメです俺は本気だぞと、うん、俺はお前本当に20キロやらなかったら俺はお前ユニフォーム着させんからなって言われて、うん、でもそれをもう、11月1月の間に20キロ絞って、うん、キャンプ行って、あの時って確か海外でベロビーチでやってるね。ベロビーチは88年ですから、あ、ごめんなさい、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、ごめんなさい、ゴールドコースト、オーストラリアにのキャンプに連れてったるっていう話もあったんですよ、うんうんうん、そしてあの時ちょうどね、それこそさっきの話、木俣さんがコーチやってて、うんうん、ああ総合コーチで、木村さんに嘘こかれて、僕なんでなんでいや、お前やったらちゃんとキャンプ連れて行ったるからって言ってたら、僕2軍スタートだったんですよで、当時2軍監督が島野さんだったんだ、はいはい、島野さん、どういうことですかって言ったら、まあまあええやないか、お前ええよ、お前2軍でやっとけって言われて、なだめられて、で、帰ってきた時に1軍に合流したのかな。あ、で、まあその時に、まあ星野さんにお、まあ、ようやってきたなとは言われましたけど、ああそうですか、あとやっぱりね結果を出さないとダメだったんで、やっぱり20キロ痩せて非常に動き軽くなりました、自分自身。ああそれ軽くなったですね。ああそうですか。ですけど2ヶ月間で風邪3回引いたですね。あ、風邪は引きやすくなった。もうやっぱり痩せると免疫がなくなる、ああなるほど、風邪引いちゃって3回でも、あと最後の最後5キロが絞れんかったんですよ、うん、あともう半月ぐらいでやっぱりあと5キロ絞れなくて、もうやることやったけどもう無理やなって思った時に、なんとか痩せれんかなって考えた時に、風邪ひくと痩せるんですよで、そうやと、もうこれはあえてわざと風邪ひこうと思ってで1月の寒い中風呂入って、ほいでそのまま外出て、寒いじゃんで湯冷めして風邪を自分で引いて熱出るわけですよ、熱出て飯食えなくなるわけですよ、うん、そうするとギャー7キロ減ってすごいで22キロまで減ったんだ。すごいね、20キロ以上22キロまで、もう体だるいっすよ。あでそのまま行って僕88キロでキャンプ行ったんですよ、110キロから、へー、から22キロ、88キロで行ったのを覚えてますね。でも逆に言うと動き良くなって、はい、でホームランもポンポン出るようになってと、うん、まあね、オープン戦からすごくなんか状態、その前の年16本ホームラン打ってたんで、あ、はいはい、なんとなく手応えはあったんですけど、うん、あの時も実は僕96年も初めは愛子さんと併用されとったんですよ。あの年って実はもうファーストですか。ファーストで、で愛子さんがトレードで来て、うん、愛子さんも結構星野さん使ってたんですよ、はいはいはい、でこれもやっぱり運命なんですけど、今でも忘れないですけど、岐阜の長良川球場で広島戦があったんですよ、うん、でその時に愛子さんスタメンだったんですよ、うん、で僕もなんやと思って、もうちょっと得意のふてくされ気味、うん、また出れねえよと思って行ったら、愛子さん1打席目にガーンホームラン打ったんですよ。あ、終わった、また俺当分出れねえやと思って見とったんですよ、うん、そしたらそれで雨が降ってきて、うん、ノーゲーム、ノーゲームだったんですよで愛子さんのホームラン、まあ記録になる、まあでもね、星野さんとしてはもう打ったっていう、それはもう紛れもなく調子いいと思って、はいはい、その時何を思ったか、僕俺ついとるわと、うん、これ俺に風向き来るぞ、うん、って自分でそんなことで思い込んでって言ったら、愛子さんそこからダー調子悪くなったんですよ。山崎さん暗示に弱いんですよね。ああそうなんです落合英二さんが言ってました。英二も言ったんですけど、落合英二さんがそれからもうゴー行き出して、うん、でそこから夢ってね、落合英二のあの適当なお告げを聞いてますね。適当な、あの人バトどっちがいい、こっち今日はこっちですねでもあれでね、あの英二のお告げでホームラン6、7本打てましたから。本当ですか、はい、ね、で3本ぐらい持っていくわけですよ、はい、英二にね、うん、お英二どれで打てる、頼むもう頼むよとかって言って言うと、山崎さんこれですって言うと、練習用のもうバット、バリバリに折れたバット、うん、もうひびが入ってクラックが入ったバットを
これですよって言うんです、お前これひび入っとるやないか、これダメだろうこれで打ってくださいこれでいけますから本当やなっつって絶対だ初球これですこれスライダー、これ一本って言ってもう待ってギャーン打ったらホームランですよそれは信じますよね、そうなると。で一番ひどい時なんてね、後半の時にもうだいぶ打てなくなった時に、おいもうエイジ頼むわ、なんとかしてくれよって言ったら、バット持ってたらこれだったら、あこれじゃ打てませんねってあいつ言うわけですよ、ちょお前どうするんだって言ったら、そこの横にあったバットを持ってきて、それが当時小森さんのバット、でタイクアップの、タイクアップの、あ短いバット、これで打ってください。でそれ小森さん小さい選手ですよね、で僕水野使ってたもんですから、小森さん Z 使ってたんですよ、いや使えんやろって、Z 俺水野なんだ、いや打ちたいんでしょ、なったら Z で打って打ったってガーッとホームランそんなことあります。いや本当に落合さん僕にも言ってましたもん、山崎さん暗示にすぐかかるんですよだからエイジもずっと辞めてからも、エイジが現役退いてからも年賀状だ、くれるやり取りすると、山崎さん今年のラッキーナンバーは何番です、ラッキーナンバー書いてくれるわけですよ、だったらその番号にこだわって生活してくださいってあいつがお告げをくれるわけですよ、まあね、今日今年は6番ですって言ったらご飯食べて行ったら下駄箱6番に入れないといけないとか、あなるほどなるほど、そうそうそう、あの電車乗んだったら6号車に乗らなきゃいけないとかそんなこと意識してかかりやすいんですよ、なるほどね、そんなあったねプロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。タイトルある見事に取って、あれはあの時あれですよね、大鵬さんとゴジラ松井、はい、そうですよね、とは争って一本差、そうです、あのでう、ね、僕が39で38本が松井秀喜と大鵬さん、まあ、この時もジャイアンツ戦があって、もう残り数試合の時東京ドーム行った時に星野さんに呼ばれまして、監督室に、当時赤坂プリンスがあった時に電話かかってきて、おちょこいやって言われて監督に行ったら、その時野口だったのよ先発が、で野口もいて何かなと思ったら監督が、おいちょっとお前ホームランを取りたいんかって僕に言って、ああできればできれば、おそうか、じゃあ取らしてあるわってこんな言い方したんですよ、取らしてあるわって言って、えどういうことですかって言ったら、今日野口が先発だけど松井秀喜と勝負戦で4打数4敬するからお前絶対打てって言われて、はいって言って分かりましたって言って、でそれで試合に行って野口4打数4敬遠、もう東京ドームうわーですよね、勝負しろって言って、で僕あっち勝負するけど打てへんすよね、4-0っす、帰って打てへんかったと思ったら部屋に電話鳴ったという瞬間にやっべと思って、いきなりすぐやっべって電話したら、おちょこいやって言われて、あ俺もう死ぬわって監督室行って、星野さんこういうソファにこんな座ってバスタオル裸で巻いてこんなやつと感じて、監督ちょっと見えてるんですけどみたいな感じでこんな感じでわーってやった瞬間、入ったらお入れってパーン入った瞬間、星野さんバーン立って僕のとこカーン来て飛び蹴りでさ、キャー蹴られて飛び蹴りされてダンダンガーンって蹴れてお前行ったろって言って、まあ、その時は自分でも、あもうこれはやられて仕方ないなと、もう野口も犠牲になってもらったし、みんなチームやってもらった、なんで打たんのやーっつって、ね、もう大目玉くらって怒られたことありますね。その時が俺初めて星野さんに愛の鞭もらった時かな、はい、正座はしょっちゅうさせられとったけどな、二次政権は一次に比べたらだいぶ減ったんでしょ、そういうことは。だって一次政権の時は僕たち二軍だってあんま怖さの噂だけ聞いてた、ね、ああそうかそうか、なるほどなるほど。二次政権だいぶ丸なったんですけど、でもね、黒田さん、あの人はね変わらない変わんない、そうですか、一次政権二次政権楽天時代変わらないですから、変わらない。でもあの楽天の時はねこれはなかったんですけど、根本の根元は変わらんですね、だけどあのもちろんそのホームランキング取るぐらいですから、はい、そのいい場面場面で活躍もされてるわけで、あのあれもすごかったっていうじゃないですか、
初銀監督賞。ああそうですね、当時ね、うん、ヤクルト戦でホームラン2本打って、うん、で最後陣野がサヨナラホームラン打った時に、うん、超怖いって言われて監督に、監督すごいって言って、なんかこれはニコニコですよね、なんかくれるなみたいなで言ったら、おお前よく頑張ったな、当時金山さんがね監督好きで、おい千吉持ってこいって言われて行ったら、一冊ですよ、おこれって言って、僕と帯を僕と陣野といただいて、また頑張れやって言っていただいたことありますね。それ100ってことでしょ。はい、すごい、監督のポケットまででいただきましたね。はい、すごいですね。はい、それでもらって見ましたね。その後に、うん、ちょこちょこ活躍するとあのプレゼントくれるわけですよ、うん、で当時はね時計をいただいたりとか、うん、あの真珠のネックレスとかいただいて。そんなのもあるんですか。あったんですよ。で当時活躍したら監督に呼ばれて、うん、おこれ嫁さんに持ってったらえって言われて真珠のネックレスいただいて、いただいた時に時計もらった人も話聞いてるし、うん、そのネックレスだった時に、え真珠のネックレスって僕思っちゃったんですよいや監督あの僕嫁真珠屋の娘なんですけどここまで言いたかったけど時計に変えてもらえないでしょうかって言おうと思ったんですけど、うんうん、言えないじゃないですか。 ありがとうございますって。あそうかそうか。で家に嫁さんのところ持って、これ監督いただいたんだけど、あありがとうって言って、黙ってたんですよ、うん、開けた瞬間嫁さん爆笑, なるほど、値段もわかるんじゃないですか。もう爆笑やそういうことだからね、ママって言ったら。やっと一軍上がって、そしたら野口がそれやって、きついよな、10万払って、うわー、でその次の日にまた二軍行かされて、うわ俺何しに行ったんや僕100万払ってことあります。何しました。おっさんが100万円ってつけるんだなって言ってて自分が思ってることが全部そのようになるっていうことは、もうあれの出来事だけです。すみません、その時に落合英二さんから暗示はなかったですけどそれがなかったです。そしたらもう俺のとこに飛び込んでこいよみたいな涙流してて泣いてるわけです。で僕はやったーって、うわいるわって思ったわけやっぱりうまく人参は監督星野さんはぶら下げて、うん、まあ、プロだからね当然だと思いますけど、もらったろ賞金。賞金もあるけど罰金の方が多かったな。罰金もあったもんな。罰金がとにかく門限とか、門限とかでそんなに見つからないですけどね、うん、当然あるんですけど、朝寝坊とか、うん、あとあの体操に遅れるとかそういうのとか、そういうのとか、あでもプレー中のボンヘッドもあったよな。ボンヘッド、あで僕らバッテリーだから、バッテリーでやっと1軍上がった時に、それこそ野口ですよ、うん、先頭バッターのフォアボール出すなみたいな感じで、ツーストライク追い込んだら打たれるなみたいなあったのがあったんですよ。あれもありましたね、ツーアウトからのフォアボールとか、フォアボールとかそういうのがあったんですよ。人でしたね。で外国人の初球のホームランとか、でそれがみんなもう罰金制ね、罰金制で連帯責任だったんですよ。ああそっか。ほんで10ですよ。でやっと1軍上がって、そしたら野口がそれやって、きついよな。ほいで10万払って、うわでその次の日にまた二軍行かされて、わ俺何しに行ったんや二軍から上がった選手っていうのはね辛いですね。10はね辛いですよ。 あの時は辛かったですね。なるね。僕100万払ったことあります。100万何しました。これ広島戦の時に、それも96年だな、うん、広島戦の時に先発大野さん、うん、で練習ってビジターだと1箇所でやるじゃないですか、はいはいはい、で1箇所でピッチャー、あの BP で投げて打ってるところで走塁練習があったの。走塁練習やれって言ったら、そのエンドランの練習して合わせたら、セカンドやった時僕と交錯して言ったら、僕それをピョンとまたいで行った、うん、あの行こうと思ったら、広島市民あの下が悪いから、うんうん、入れ下ポーンと上がったんですよ。で僕がまたごうとしたらポーンと上がってふくらはぎになっちゃったんで、うん、もう痛くて試合出れんかったんですよ、うん、
そしたらその日大野さん完封して、うん、でもその時絶好調だったから、うん、大野さんがそのヒーローインタビューのコメントで、うん、今日山崎君が休んだから、うん、すごく楽だったって言ったら、それを聞いて星野の監督さんがそのヒーローも聞いたら、この野郎って言い出して、あいつから100万枚聞いたってこいって金山さんに言ったら、僕もあの宿舎で休んでたら金山さん来て、おいお前おっさんが100万円って言ってるんだよって言ってて、で金山さん来るわけですよ。で冗談でしょって言ったら、これそんなあの別に山崎さん悪くないですよ、ね、悪くないじゃないと、うん、俺は知らねえよおっさんが言ってんだから払えよって言って金山さんに言われて、うん、で僕払わされたことあります。本当です、まあ、大野さんが余計なことを言ったのが、そうなんですよ大野さんがのコメント星野さんが聞いちゃったもんですから、それ100万と、あと風邪ひいて100万取られたな。もうそれはキャンプインの時に、そうそうそう、3年連続これ休んだから、ね、やったもんね。さすがにね、2年は取られなかったんだ、3年目は取られてた。キャンプの時のね、キャンプの時にパチンコ行くな、映画館行くなっていう風なのありましたよね、はい、ところがみんな遠くの方のパチンコ行ってなんかしてましたよね、はい、いやだからね、本当この今の時代で星野さんのあのやり方してたらどうなったか、ちょっとおもろいっすよね。でも楽天の時の監督やった時は根元は変わんなかったですけど、うん、だいぶね、選手との折り合いはね、2年目はつけてたんですよ。ああそう、丸くなった、うん、だいぶ、あ、うん、あなるほど。1年目はね、だいぶそういう感じでやったんですけど、うん、僕は毎日怒られてましたね毎日なるほど、お前のせいだって、お前がこのチームをダメにしたと毎日やってました。あ、そうですか、まあ、どういう教育しとったの、ね、毎日怒られてました。いったー、レフトスタンド逆転スリーランホームラン、さよなら山崎やりました。ホームベース上で仁王立ちの山崎、今ダイヤモンドを一周しようとしています。じゃあ山崎さん、はい、最初の特に僕実況もさせていただいたんですけれども99年のあの感動的なシーンのことについて、中日が2対1ですか、うん、でリードしてたんですけど、はい、9回の表に岩瀬さんとか打たれたんですよね。それで最後ソン・ドンヨルさんがスリーランホームラン許してしまって4対2かそう、になったんですよね。そうですね、はいはいはい、ね、そうです。そして迎えた9回の裏、はい、山崎さんが見事にスリーランホームランを打ったと、うん、それまでヒットは出てなかったんですよね。そうなんですよ ね、確かあの年は開幕11連勝して、あ、そうそうそう、もうずっとね首位を突っ走ってたところだったんですけど、最後の最後ちょっと詰まってきてたんですよね、あれ、うん、でマジックが消えるのの時ですよね、で、まあ名古屋ドーム、当時の名古屋ドームの最終戦ということで、やっぱり絶対的抑えのソン・ドンヨルが打たれてしまったっていうショックはね、はい、うん、相当ねベンチ内であったんですよ、はい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 、でこれ落としたらちょっとまずいな、これからビジター行くのにまずいな、うん、そしてあの時はあれデーゲームでしたよね、はい、デーゲームで僕たちがやって追いかけてるジャイアンツがナイターでやるというところですから、うんうん、僕らが負けたらジャイアンツがもうその気になっちゃう、勢いづく、勢いづくところだったんですけども、うん、まああれは自分がイメージしてたことが、もうこれはもう僕もう今のところ53年間生きてない中でですね、自分が思ってることが全部そのようになるということはもうあれの出来事だけです。すみません、その時に落合英二さんから暗示はなかったですけど、しょうがなかったで、はい、で逆転されてよし9回の裏だと、うん、言った時に、あれ最初ゴメスだったかな、ゴメスがヒット打ったか立浪だったかな、手元にテーブルがあるんですけど、どうでしたっけ、福留さんがまず三振でワンアウトです。あ、福留さん、はい、その次4番のゴメスが、ゴメスですよね、レフト前ヒット、はい、で5番の立浪さんがライト前ヒットなんですよ、ね、ワンアウトランナー1塁2塁、はい、であの時に僕結局4番目に回ってくるわけじゃないですか、で見てて、あ、ゴメスヒット打って立浪ヒット打ったら俺に回るよなってずっとベンチで思ってたんですよ。で言ったら
あ、ゴメスがヒットや、あれ立浪ヒットやって、僕がウェディングサークルで待ってた時に、あ、これホームラン打ったらサヨナラホームランすごいことやな、もうこれで優勝決まるなって思ってたんですよ。でその時にはあの当時福原だったっけ、はい、そうです、福原が回れる1年目でしたよね。で1年目ですかね、1年目か、はいはい、球が速くて抑えでね、スライダーピッチャーで行った時に、それもよしバッターボックスに入った時に初球はこれスライダーやなと、多分ボール球に誘い球で来るからこれ見逃そうと思ったら、またスライダーのボールが来るわけですよ。当たっとるな、俺冴えとるわ、読みが、読みが当たっとるわ、ゴメス当たって立浪当たって初球ボール当てて、うん、これ2球目はまっすぐ150キロのまっすぐ、これさえ振り負けずにもう 1,2,3 で打ってホームランやな、これでさよならやと思ってあれ打ちに行ったんです。そしたらやや高めの方ね、速い球ガーンと打った瞬間もう思わずやっちゃったんです、バンザーってやっちゃったんです。僕も実況ですぐやったーって言ったんですよ、はい、とにかく自分の考えてることが全部当たりました、はい、もう打った瞬間ホームランって分かりましたよね。打った瞬間ホームランって分かりました。そうですよね、はい、そしてあのかっこいいのが仁王立ち、そうですね、バンザーってやったんですけど、まあそこからねいろいろこう話いろいろなところで話してるんですけど、まああの時は実はあの星野監督にだいぶ空気入れられとったんです、僕はあの1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいかな、僕はあんまりいいシーズンじゃなかったので、おうおう、星野さんにお前日本シリーズ行ってもお前試合出さんからなってずーっと僕言われとったんですよ。え、なんでですかそれは。いや、それは打てなかったりとか、あのムラがあったんで、でまあちょっとディフェンスもね、僕ファーストも上手じゃなかったので、葉っぱかける意味でそういうふうなこと、星野さん葉っぱかける意味で、うん、お前日本シリーズなんかお前なんか出さへんからなって分かっとるかとかってずーっとやってて、もうイライラしてたんですよ。でまあ6回7回ぐらいになったらもうあの試合変わってディフェンス出されて、なんか半日しか仕事してないないようなシーズンだったんですけど、でもや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 してたんですよ。であの時にホームラン打ってでぐるぐる手回して、でベンチに僕が手やった時にね、その時に僕がほら見たか俺使えこんななるんやってそうやって僕はこう叫んだんですけど、走りながら叫んでる星野さん に向けての僕はこの指のポーズだったんですよ、あれは。で、うん、ダイヤモンド一周してバーって言ったらもうみんなが大騒ぎしてくれるわけですね、うん、そしたら星野さんが目の前にこうやって仁王立ちしとるわけです。そしたらもう俺のとこに飛び込んでこいよみたいな、もう涙目流してて泣いてるわけです。で僕はやったーって、うわーいるわーって思ったわけです。でその時にいや俺スルーしてやろうかなと思ったんですよ。それまでの向こうの言動があるから、もうそれまでにだいぶ空気入れられると思うんですから、これスルーしたらしたろうかな、でもスルーしたら大事だよなと思って、テレビも映ってるし、うん、スルーしても大事やなと思って、うん、まあ軽くじゃあ星野さんのとこ行こうと思ったらガガーってやられたから、うん、僕テレビで皆さんねあのちょっと確認してください、僕顔こっち向いてますからって言ってこうハグをされて、うん、ベンチに帰って行ったら島野さんがですね、島野さんは僕のことすごくいろいろ気持ちも愚痴も聞いてくれたあのコーチだったんですけど、そしたら島野さんがやっぱりね僕がそういうもやもやしてるの分かってたんです。そしたら島野さんがね、おー竹ようやったなって言われた時に、星野あいつお前泣いとるけどわややなって言い出したんですよ。何やあいつちってお前な、うん、散々お前のこと言っとってわやだなって島野さんがで僕にそうやって言ってくれたら僕それでスーッとしたんですよ。だから島野さんはもうしてやったりですよね、たけしにこう言っとけばあいつもうなだめられるって思って、よう星野あんなとこで泣いとるなみたいなこと島野さんが言ってくれたんですよ。それで僕ねスーッとしたんですよ。実はあのね、だから島野さんのいい評判ってすごく聞くんですけど、はい、やっぱり監督との選手の間に立ってすごくそのいいね、うん、采配振るわれてるんですよね。そうですね、やっぱりどうしても、まあ、長谷部もねコーチも やってるし、うん、あれですけど、
コーチの立場とやっぱ選手の立場ってな違うね、絶対違うぞ、これもう分かってるけど、うん、やっぱりコーチは首脳陣寄りの話になるから、うんうんうん、もうこれ仕方ないんですけど、うん、まあ、選手と喋ってる時は僕もやっぱりええとこ取りすればいいと思うんですけど、うん、どうしてもやっぱり監督に忖度コーチはしますから、はい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 、そういうのを見え見えにやれるとクラーってなるわけですよ、うんうんうん、そういうのを柴田さん並んでてくれて、ね、なるね、うん、よく、だから僕当時コーチだった高城コーチとも僕ちょっとやったことあるんですけど、その時も広島戦で福山で地方で行った時にその日スタメン外されたんです僕、うんうん、って言ったらどうもいろいろ話を聞いたら高城コーチがもう武志を外しましょうって星野さんに言ってそれを承諾して僕スタメン外れたんです、うん、でこの野郎と思って僕高城コーチにね言いに行くって言って、これ言いに行くのがすごいですね、だから言いに行ったろって言って言いに行くって言った時にその時にまた島野さんが止めてくれたんですよ、はあ、おい武志やめとけと、はあ、俺が言ったるって言っても、うん、言ったかどうかって普通の人じゃ分かんない、はいはいはい、だけど島野さん僕のいる前で高城コーチに言ってくれたんです、お前そんなこと監督に言うたんかお前、はあ、って言ったら高城コーチは当然いやそんなこと僕は言ってませんと、はあ、だそうなんかって、うん、僕だから島野さんがあえて僕の目の前で言ってくれてツツッとするわけですよ、お前そんなことお前言うたんかって言ってくれたから、でベンチに座ってはっと思って、でパウエルが4番打ったんですよ、パウエル1打席目で足かなんかで自打球当たってでベンチ引っ込んでお前行けって言われてなんで俺が行かなかんのやって行ったらその時にホームラン打ったんですよ、それすごい、それすごい、だからそういう中では島野さんってすごくこういろいろね間を持ってくれたコーチで、うん、僕はもう星野さんより断然島野さんの方が怖かった、あそういう意味怖かった、ああそうか、つまりこちらの心情全て丸分かりみたいな、はい、星野さんはそこでああって言って終わるんですよ、うん、でユニフォーム脱いだら何にもなかったように喋ってくるんですからなんですけど、そういう部分ではやっぱり星野さんのやっぱりああいうね監督の輝くキャリアっていうのは島野さんがいたからだなっていうのは絶対これはあると思います、なるほど、ね、だそういうのがあって実は逆転サヨナラスリーランっていうのはそんな物語があったんですね、うん、その時はあれですか、監督賞やっぱポーンと出たんですか、いやー覚えてないんですけど、うん、それがですねこれは笑い話なんだけど、はい、あの時孫がホームラン打たれる、そうするとちょうどうちの嫁が2番目の娘娘がお腹にいた年だったんですよ、はいはいはい、でその時にパーンとホームラン打たれたから嫁さんもテレビ見てああもう今日は負けちゃったわと思ってテレビ消しちゃったらしいんですよ、うん、でその時に、まあ、お腹大きいんでちょっと休もうって言ったらうたた寝をしたらしいですよ、うん、そしたら僕がサヨナラスリーラン打ったら、うん、知り合いが電話かかってきて、うん、電話になったって言ったらねえねえ見たってすごいねたけし君、まあ、すごいことしたねって言ったら、うん、嫁さんは分かってないんですよ、うん、見てないから見てないから、うん、寝てたから、そしたら嫁がなんとまた乱闘したんですか、また乱闘したんですかって嫁が言ったらしいです、ああ日本シリーズ出られないなって思ったんですよ、そしたら涙が出てきてで日本シリーズ出れないですよねってトレーナーに言ったらいやまだ分からんぞたけしってね慰めてくれるわけですよ、いやいや僕もう完全にブランブランですからでその時の優勝する時の祝賀会にもその池田貴族さんがいたんですよ、うん、また次ね頑張って活躍すればこれって日本シリーズ出て優勝かけできるじゃないですか、はい、僕来年にはもう死んでるんですよってあの人言ったんです、僕はもうチャンスがないと、もうやめて楽天でコーチになって、で監督にお前なりたいんだろうと、はいなりたいですね、来年はこの仙台に戻ってきて総統の皆さんに俺は元気だってとこを見せる、ね、僕がサヨナラホームラン打ってジャイアンツもナイターでもうこれでもうダメだなって言って諦めたっていう話は聞きましたね、うん、ですからそれだけ大きな
ね、出来事。そうですね、まあ、僕にとってやっぱり忘れられないその出来事で、まあ、これもなんか前テレビでドラゴンズの歴史で一番印象に残ってる第2位に、うん、ランクしてたっていうのが嬉しかった。1位は確か病の完全試合のね、 あれが1番で、2番目が僕の逆転サヨナラスリーランが、それはドラゴンズファンが選ぶって選ぶやつで、それは嬉しい話だねなんていうふうに思ってたんで、山崎さんの栄光のその現役時代の中で何番目に入るものですか、それは。いや、その出来事として僕はナンバーワンだと。ナンバーワンですか。そのホームランの感触っていうのはまだまだいろいろなものがあるし、思いっていうのはいろいろあるんですけど、うん、でもやっぱりドラゴンズファンの方はもうあのことをすごく今でも言ってくださるんで、嬉しい限りですよね。あ、はい、地上波のテレビでああいう場面に遭遇したっていうのはすごくアナウンサーとしても嬉しかったんです、うん、本当に。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。長谷さんはその時はどういうお立場でした？僕はブルペンキャッチャーやってましたね。あ、そうですか。当時は、はい、ブルペンキャッチャーで、うん、名古屋ドームできたのが97年が名古屋ドーム。97年か、うん、じゃあもうクビになって1年ブルペンキャッチャーやりだした時ですね。あ、そうですか、はい、なるほど、なるほど。99年だから、99年福留岩瀬が入ってきた年だよね。そうだね、うん、同期がすごいことやったなっていう感じですかね。いや、すごかったです ね、あれは。そうですよね、はい、で、ところが山崎さんその後ね、はい、一塁の工作があって手を痛めて、そうですね、星野監督のあれじゃないですけど本当に日本人に出られなくなっちゃったんですよね。いや、そうなんですよね。真中とね交錯して、はいはいはい、まあバーンと当たって、あれ悪送球したの誰でしたっけ。マサさん、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 引っかかったんですあれ。で、僕もやっぱり取りに行きたいから取りに行ったら真中と当たって、うん、僕ね、このお腹に突っかえちゃったんですよ。あのままこういう風にやったらボーンってやったらまだ骨折しなかったかもしれない、うん、はいはいはい、だけどこうやって取ったもんですから、うん、このまま押されて、うん、ここにドンっていったのもボキンと折れちゃったんですよ。あ、そうかそうか。で、まあやった瞬間、本当やった瞬間に、あ、日本シリーズ出られないなって思ったんですよ。そしたら涙が出てきて、あ、俺日本シリーズ一回も出てないし、このチャンス逃したらと思って、ああと思って、日本シリーズ出れないですよねってトレーナーに言ったら、いや、まだ分からんぞたけしってね、慰めてくれるわけですよ、トレーナーが。いやいや、僕もう完全にブランブランですからもう太いの匂いってるわけですから、もうブランブランですからと思って、まあそんなこと思いつつ病院にすぐ行って、まあレントゲン取って、もう見た瞬間もう、あ、全然無理だわと、もうボキボキに折れてましたから。で、折れて、そこの先生にレントゲンを見ながらもう麻酔打たれて、うん、骨をこう矯正されたんです、折れてるの、はいはい、で、それから固定して、まあ、次の日また病院行ったんですけど。もう手術なしで自然治癒を待つわけですか。で、その時にもうだいぶひどかったんで、プレート入れるの何なのって言って、いろいろチームドクターもいたんでやって、いや、もう自然に治すことができるんだったら自然に治すってチームドクターが言って、で、結局自然でこうちょっと矯正して治したんですよね。だからもうなんていうか、もうあのレントゲン見た時には、あ、現役もやばいのかなっていうぐらいの、ね、なるほど、その折れ具合だったので、ちょっと僕も自分で日本シリーズ出れん、これ野球、プロ野球人生もう終わっちゃわへんかなっていうことも考えたんです。何のレントゲンの写真見て、ああいうプレーって山崎さん、プロ野球でも時々あるプレーですよね。そうですね、やっぱりファーストはこっち側に内側に入ってくる時には、うん、もうそれ以降は僕逃げてました。ああ、そうです。もうそれは投げたやつが悪いと思ってやるしかないなと思って、 あまり深追いするのはやめたですね、はい、それと辛かったのは88年の星野監督の優勝の時には2軍じゃないですか。そうですね、優勝に貢献してないじゃないですかで99年の優勝は自ら貢献してるじゃないですか、何にもかかわらず、でしかも88年は、天皇陛下お亡くなりになったということ で、ね、ビールかけもろくにできなかった、はい、ところが99年は堂々とビールかけができる、はい、その時に
山崎さんビールかけも参加できないというね、横で見てました横で見てらっしゃったんですよね。あの時はね、うん、麻酔かかってです、はい、でその時に先生に、病院の先生に、うん、俺今から優勝祝賀会やるから、うん、麻酔がっつりかれると、うん、あの帰れなくなるから麻酔弱めてくれって僕自分から言ったんですよ、うん、その代わり山崎さん痛いかもしれんよって、いやそれは困るって言ってそれは困る先生そこら辺うまくやってくださいってやってもらってさ、ちゅうちゅうちゅう、すごいよ。やってもらって帰る時に優勝祝賀会行ったら、もう車椅子乗ってたの。もうね、立てないの。ふらふらで、それだけど、もうなんていうの、もう空飛んどる感じ。あ、座ってるけど、もう空ふーって飛んでて、なーって、あーってわけわからんこと言うらしい。で、それで時間経つと戻るんだけど、1時間ちょっとやって、あそこの優勝祝賀会でみんなでわーってやってる時に、ああ俺参加できなかったなと思って、まあその時は我に戻ってたけどね、あの時はそう思ってたんですけど、それもね実は一つ出来事があって、当時歌手で池田貴族さんって、ああ早く亡くなられたんですね、で、ドラゴンズファン、ドラゴンズファンで、当時ももうガンがもうステージ4で、もう余命宣告された池田貴族さんっていう方が見えて、でその時の優勝する時の祝賀会にもその池田貴族さんがいたんですよ、うん、でいた時に僕のとこ、僕その時に初めて池田貴族さんと話した時に、うん、いたらね、池田貴族さんが僕に、いやもう残念でしたね山崎さんって言ったらね、池田貴族さんが、いやまだ次あるじゃないですかって言われたんですよ。また次ね頑張って活躍すればこうやって日本シリーズ出て優勝かけできるじゃないですかって、はい、僕来年にはもう死んでるんですよって言ったんですよ。僕はもうチャンスがないと、だからめげずに頑張ってくださいってね、池田貴族さんに僕励まされてからすごく仲良くなって、もうあのプライベートもね仲良くなって、本当にあの池田貴族さんが亡くなって、もうギリギリなところに病院に行った時に、もうあんまり反応もしなかった人がね、僕が行った時にね起き上がったんですよ。起き上がったんです、わっと起き上がって、いや俺は頑張るって、まだねもうそれですぐその時亡くなっちゃったんですけど、うん、最後あれを見て頑張んないとなと思ったんで、すごくそれが力になりましたね、池田貴族さんのその言葉が、ね、いや死ぬわけじゃねえんだよなって言って、まだやり直し聞くよなって言って、まあ思ったのがあの99年でしたね。だからまあさよならホームラン打ってね、あんまりいい成績じゃなかったんですけど、球団に虚偽約交渉行った時に、山崎君ありがとうなって球団代表に言われて、もうあれだけで十分だよって言って、本当は減俸だけど給料上げるって言われて本当に言われたの。ああそうですか。もう本当はね山崎君減俸なんだよだけどもあのホームランは何がにも買い難いものがあるから、うん、あの給料上げてあげるって言ってね、上げてもらったんですよ ね、はい、ね。でも今さって伺うとすごいエピソードで、池田貴族さんの重い言葉ですねそれね。でもね、うん、まあやっぱ重かったですね、うん、やっぱり死ぬことがね一番やっぱり人間にとっては辛いことだし、うん、自分が生きたいと思って生きられないというのは辛いので、うんね、まあ、そういう中で、いや生きてればやり直し聞くよ、元気ならやり直し聞くよっていう言葉は、うん、すごく力になりました ね、うんうん、そしてその日本シリーズですけど、これが星野監督のすごいところで、山崎さん、はい、いけないと思ったらついてこいと。そうなんです。もう僕はねもうオフモードになってたんですけど、監督に呼ばれて、おい福岡行くぞ一緒に、ついてこいって言われて、え行くんですかみたいな、一緒に行くぞって言われて、はいって言って、まあ行って、当時ですね、あれソフトボール大ホークスだったかな、あれ大エーでしたよね、大ホークス、工藤先輩が主力で投げてたんですよ。で行った時に、あれもですね、さっきのだいぶ前の話じゃないですけど、まあ負けてしまうんですけど、4勝1敗かなんか、1勝4敗かなんかで、ね、そうです、あの名古屋ドームでね、そうですね、僕担当なんですよ。そうですよね、まさかのね、なんで5試合目で、しかもあれ中日有利だって言われてたんですよね、あの日本シリーズ。そうなんですよ、まさか僕王さんの胴上げのシーンを僕実況するとは思わなかったんですよで、あの時に工藤さんがですね、うん、
またインタビューで、いや山崎がいなかったから楽だったって言ってくれたんですよ先輩が。でそうするとやっぱり周りは、あ山崎いなかったからダメだったっていうふうに言われると、僕の存在価値が上がるわけですよ。はい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 、はい、でそれはね工藤さんがあえて言ってくれたんですよ。あなるほど、はい、だからそれでなまた、いや山崎さんいなかったら、あれ優勝してたら山崎の矢の字もやれないんですけど、山崎さんがもしいたらなんとかなったかもねっていうことを周りに言われて、僕も気分良くなっちゃう。なるほどね。だからそうやって人にの言葉でね、うん、たくさんあの年は助けてもらいました。あ、うん。ありがたい先輩ですね。でもね、工藤さん。そうですね。うん、まあありがたい先輩なんですけどね、恩をあだで返す男ですから、ノーヒットノーランやる寸前で僕がヒット打ってね、あのダメにしたりとかしちゃってるんですけど。それはいいことじゃないですか。別に。大目玉食らったことあります。あの人が巨人いる時に何回かでそのノーヒットで僕が打ったら、試合終わったら、お前いい加減にしろ。お前なるほど。なるほど。あのね、星野さん亡くなられても3年4年ですか、はい、山崎さんはその馴染めなかったみたいなことをおっしゃいましたけど、ずいぶん僕要所要所ですごい可愛がられてたし、ね、頼りにもされてたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。ですね、うん、楽天僕対談する時星野さんだったんですよ。あ、はい。でまあ、僕楽天に星野さんが監督になるって言った時に思ったのは、あ俺今年で最後だなって思ってたんですよ、うんうんうん、で星野さんってね、長谷さん絶対に新しいチーム作るのって新しい血を入れるわけです、はい、血の入れ替えをする、はい、どん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 新しい選手をこう入れ替えて、何年後かにはもうほとんどの選手が入れ替わってるっていう、はいはい、新しいチーム作りをする監督さんっていうのは僕知ってたんで、うん、まあ、ある程度のことをよっぽどじゃない限りは僕はもう2年目はないなって実はね、うん、そう思ってやってたんですよ、うんうん、だけど僕は楽天にいる地位はあの時はもう最高地位にいたので、うん、僕がチームでおい右向けよって言ったら右向いてくれるチームだったんです。だから球団もある程度僕にはすごくこう気を使ってくれて、はい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 、もう何でもこうね、まあ大山の大将で、うん、楽天やらせてもらったんですけど、でまあ辞めるにあたって、まあ、星野さんに呼ばれてね、まあ、辞めろとって言われた時に、ああそうですかと、ああ分かりました、じゃあ辞めますわって言って、まあ、その時は実は僕クビになると思うんですけど、僕がなんでこんな目に遭わなきゃいけないのってちょっとそうやって思っちゃったんですよ、うん、でそこでちょっとね、言葉監督とのそのやっぱり思いの違いが出てしまって、うんうん、最後僕星野さんの言うこと実は聞かなかったんです。うん、もう辞めて楽天でコーチになって、で監督にお前なりたいんだろと、はいなりたいですね、じゃあお前コーチやっていろいろなことを勉強して学んで監督のやるようにやればいいやないかって言われたんですよ。だからまあここで身引いてやめろとって言ったんですけども、僕はまだまだその時には全然そんな気がなかったもんですから、まあ、どんなことがあっても現役で来年はこの仙台に戻ってきて東北の皆さんに俺は元気だってとこを見せる。だから僕は引退っていう形じゃなくて自由契約で辞めますって言ったらまた星田さんに怒られたわけです、うん、そこからちょっとね監督とちょっとこう溝ができてしまって、実はね僕が辞めて監督が亡くなるあれ 4,5 年経つのかな、うん、1回も口聞いてなかったんですよ。あ、そうですか。一つも口聞いてなかったんですよ。お、うん、でその時に星野さんが殿堂入りをされた時に名古屋ドームで表彰式やったじゃないですか、うん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 、でその時に練習に来た時に星野さんが練習のところに来たんですよ、うんうん、で僕もその時にいた時にいや正直俺気まずいなって思っていたんですよ、うん、そしたら星野さんが僕に声かけてくれて、おいって言われて、おい、もう 4,5 年ぶりに喋ったんですよ。だったら星野さんとまあ2人で話してたら、お前ユニフォーム着る気ねえのか、いくつだったんだお前おふくろ、いや77で亡くなりました、そうか、
あいつは夏勘って言って周りには言ってたらしいですから監督バンタン3位出てますけど間違ってませんかって言ったらいいからやれって言って言ったんですよ。ああ本気やなと思ってバンタンやって失敗して変えられたんですよ。なんじゃこれって。そしたら星野さんが僕に声かけてくれて、おいって言われて、あはい、あご無沙汰してますって、そこでもう 4,5 年ぶりに喋ったんですよ。だったら星野さんとまあ2人で話してたら、お前ユニフォーム着る気ねえのかって監督に言われたんですよ、あ星野さんに、うん、いやあの誘いがないもんですから別にあのそういう予定はございませんと。そうか、もういい加減お前ユニフォーム着て指導者になれよって言われたんですよ。そうです。でその時に僕もまだね元気者だから、いやそうさせてくれなかったのはあなたじゃんって言いたかったけど、あそうですねって言って、まあそこは大人の対応して、うん、まあそうなれるように頑張りますって言って、それが最後だったんですよ。あ実はで、あその前にかねその後にか、僕あのお袋が亡くなったもんですから、うん、星野さんからお花をいただいたんですよ。おでその時に、まあ、お礼の電話をしなきゃいけないと思って、まあ、星野さんの電話したらもうすぐ出ましてね、なんやって言われまして、いやなんやって言って、いやお花ありがとうございます母のためにって、おそうか、いくつだったんだお前おふくろ、いや77で亡くなりました、そうかで、そんだけで電話、もう世間話一切なしで、でその後だったのかな、だからまだちょっと自分の中で、ああ星野さんまだ俺に怒ってんだろうななんていうふうに思ってたんですけど、まあ結論から言うと最後なんとなくこう分かち合って、まあそんな大喧嘩したわけじゃないですけど、なんかちょっと自分のことも分かってくれて、僕も星野さんのことを分かって、まあ、お別れしたかったかなっていうのはちょっと心残りですね、うん、あいつは夏勘って言ってて周りには言ってたらしいですからこれよく聞いてたんですよ僕、周りの知り合いの社長さんとか行った時には、あいつは俺に全然夏勘ってねそういうことを聞いてたんで、まあまあそれもねあれなんですけども、でもお母さんは亡くなれた時にそうやってしてお花を贈られるっていうのも、うん、はい、ねえ、いやそうなんですよ、だからありがたいなと思った時に、うん、その時には当時ですね、あの楽天に昔ドラゴンズって言った宮越っていう、はい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 、あいつがいたんですけど、宮越から僕の子電話がかかってきて、うん、山崎さん、あの星野さんが花をくれって言ってるんですけど、うん、大丈夫ですかって電話がかかってきたんですよ。おで山崎さんもしあれだったら花いらんって言って断るかもしれんから確認の電話でかかるいやいやいや、まあ、ありがとうなっ て, 言っていやそれはもういただいとくわって言って、あ大丈夫ですねって言って監督がもうすぐ出しとけって言われたんでっていうことは聞いてたんで、なるほど、あまあその中で、うん、だからね今日ピカイチであのこれやってるでしょ、うん、当時星野さんねピンクのアルファード乗っとったよね。乗っとったよね。で、僕ピカイチ行こうと思った時に、まあ監督やられてる時から、僕ピカイチ行こうと思ったらピンクのアルファードが止まってたんですよ。うわ星野さんいるから俺帰ろうって、俺帰ってこったの。だってあんなピンクのアルファード乗ってんの日本では星野さんしかいませんでしたから。でそこにね駐車場にピンクのアルファードね、はい、仙台ナンバーのアルファードが止まってて、うんうん、でピカイチ行こうと思って言ったらねあって、でそこで僕もね入ってどうもご無沙汰してますって、いやそれで終わっとったんだろうけど、うん、僕もまだ子供だ大人げなかったんですから、うんうん、いや会いたくないって僕逃げたことあるんですよ。これはね誰も知らないと思うんですけど母さんも知らないと思うけど、そんなことがあって、まあ最後にねなんかちょっとこうもうピカイチのママにも散々言われましたよ、うん、こうやってもうそんな言い争ったらあかんって言って、うん、仲良くしなさいってもう母さんに毎回のように言われとったけどいや俺だってプライドあるよって俺だって
俺楽天で番張っとったんだけど俺取られたんだよ番長って言って、うんうん、でまあそんなこと言って大人げないことも言ってたけど、うん、まあでも今思ってももうね遅いかもしれないけど、うん、まあ全然憎んでもないし、うんうん、星野さんがお前いらんって言われたから僕楽天からドラゴンズ帰れました、ね、あ、はいはい、僕そのまま仙台に引っ越して仙台に残ろうと思ってましたから実は。で仙台の東北のために楽天のために、うん、尽くしてもうドラゴンズも名古屋も捨ててよっていうふうに僕ずっと思ってたんですけど、うん、まあ人生何が起こるかわからないね、うん、こっちに帰ってきてねまたドラゴンズにもお世話になってやったおかげでまあいろいろまたこういうねご縁があったわけですから、うん、まあ全ていろいろあったけど、うん、感謝もしてるし、はいはいはい、なんといっても僕がこうやって評論家やこうやって YouTube で話させてもらってる、うん、星野さんの話題が一番YouTube もバズるわけですよこれになるわけですよでそういうことっていうのはやっぱり僕らも星野さんで飯を食わせていただいてるっていうこともあるので、うんうんうん、まあ今となっては、うん、長谷もそうなんですけど野球の厳しさを教えてもらったな。厳しいね。ああ、うん、もう切るか切られるか、うん、ね、切るか死ぬかあっていうねそういうまあ今じゃ全くそぐわないことを教えていただきました、ね、だけどそれで良かったですから。なるほど。それがあったから僕27年できたと思ってる。なるほどね、うん、何クソ根性でしたからね、うんうん、だからまあ僕らの時代本当にもうな理不尽なことばっかりだったよな、うん、それはでも、ね、当時としてはもう高校生の段階からでもそうでしたよね、うん、きっと ね、 そうね厳しい監督がそれが高校からプロ野球入ってまでも理不尽なことやらされたんで、ね、そうかなるほどね。とんでもねえとこ来たなと思ってたな、うん、本当そう。まあそういう中では今となってはね、まあ、感謝してますし、うん、まあ、まだコーチになれユニフォーム着ろって言われることは実現できてないですけども、うんうん、とは思ってますけどね。どっかで恩返しがねまたねできるといいですね。そうですね、さあそして山崎さん、はい、星野監督のことだけではありません。その後の、ね、山田監督とか、はい、オリックスでの井原監督だとか、うん、いろいろありましたね、はい、審判ともありましたね。そうですね。そのあたりのことちょっと短めにお話していただきます。まあ山田さんね今でも CBC でね解説やられて、うんうん、上のメディアでちょっとお見かけすることあるけど喋、うん、ることはないですね、うん、今もそうですか。そうですか。喋ることないですね。そうですか。あ、別に何でももう恨みも何もないですよ、うん、だけどちょっと本には書かれてましたよね、まあ、いやそれはあの時は頭に来てました。あ、そうですか。いやだってあれ FA でね残ってくれってね山田さんにすごい頼まれたんですよ、うん、で僕横浜にほぼ決まってたんですけど、うん、まあドラゴンズ残ってねいやドラゴンズ頑張ろうっていうふうに思ってまあ僕も悪いです、うん、正直言って、うんうん、だって僕が活躍すればあんなことなかった、はいはいはい、だけど自分がちょっと調子悪い時にその言葉がね、うん、ちょっと僕がその言葉に反応しすぎて、うん、チームの7つの底に落とす選手がいたら勝てるわけないよなっていう言葉があったんですよ、うん、山崎さんって名前は出なくても、ね、出なくてそれは僕、うん、いやそれは僕じゃないですかってはっきり言いましたけど、うんうん、で山田さんがそうとは限らんぞって言って、まあ、僕をねこうスッとこうしたんですよ、うんオリックス移籍させてくださいって、まあ、移籍になったわけですね。自らなんか、はい、自ら言って、ねまあ、当時出さんにお願いして、うん、移籍先探してくださいって言って、うん、オリックスに行ったんですけど、うん、まあでもやっぱり自分もその時は生意気でちょっと自分も腐ってたので、うんまあ、オリックス行ってもねなかなかうまく石毛さんやってレオンやって、うんまあ、ここまでは良かったんですけど2年目が井原さんです、ね、2年目が井原さんで、まあ、井原さんとはもう合わないなと思ってたらやっぱりね、キャンプまではうまくやってたんだけどなまあでもなんか出来事ありました。やたらめっちゃら怒ってるんだけどやっぱ出来事があってね僕ダメになっちゃうんですよ、うん、だからまた正義感でしょそれは山崎さんこれはですね、うん、まず何が起きたかっていうと2月のキャンプの時に井原監督練習する時に当時僕と谷義朝と、うん、あと外国人2人
おったわけですよ、まあ、主力としてあの扱われたんですけど、井原さんが、まあ、バント練習エンドラン練習があった時に、おいこの4人お前らはもうバントエンドランないからもう練習に参加するなと、いいぞってお前らはもう免除だって言われたんですよ。お監督ってやっぱりそういうとこあのきっちりやるから、お前らにはバントも出さないしエンドランも出さないから練習せんでいいからって言って、キャンプの練習外してもらったんですよ。でやったら伊原さんって、あの伊原監督ってサードコーチャーでやってたじゃないですか。そうですね。で4月のもう始まったばっかりの時に、サインこうランナーいたら、僕サイン見たらバントのサインでと思って、バントかいやでも監督間違えてるよなこれって言って、で監督にタイムかけて監督のとこ聞きに行ったんですよ試合中に。監督バントのサイン出てますけど間違ってませんかって言ったら、いいからやれって言ったんですよ。ああ本気やなと思ってバントやって失敗して帰られたんですよ。なんじゃこれと思ってあんだけ言っとってこれかよと思って、もやもやしてたら、今度谷義朝にもバントがしてこれは本気やなと思って谷義朝はね、あいつも僕ぐらいすごいんですけど、あいつねバントわざと失敗するんですよ。でツーストライクになったらバントなくなるじゃないですか、はいはいはい、でツーストライクからあいつヒット打ちおるんですよ。おい、人もお前今わざとだろうって言ったら、分かりましたって言って、ああそうですか、いやいやツーストライクから追い込まれたらもうバントのサインでなくなる、うん、なくなるんでこっから勝負するんですよって言って、あいつ打っちゃうんですよ。で僕そこで打てないからダメですよ。まあそんなこともあって、うん、ちょっともや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 してて、最後やっぱりチームが弱くなって、ま、負けてた時に、まあ僕ももうこの年で僕ももうちょっともう区切りかな、やもう首かなっては分かってたんで、最後ちょっとだけね僕調子良かったんですよ、うんうんうん、って言った時に井原監督にあの二軍行きを命じられ、ああ二軍行きなんだと思って行った時にバッティングコーチに、え僕なんで二軍なんですかって、うん、ちょっと説明もあってもいいんじゃないですかって言って、うん、バッティングコーチに行ったら、いや監督が言ったからって、まあそれは当然ですよ、うん、じゃあ説明してくださいって言ったら、うん、いや俺は説明できんって言ってバッティングコーチが言うから、うん、じゃあ俺監督のとこ行って聞きに行くよって言ったら、行ってきてくれって言って僕監督室行ったんです。あすごいな。で監督があのなんで僕二軍なんですかって言って、で僕はその時にいやチーム負けてるしもうあれだったら若い使いたいからって言ったら、僕もそれに納得したんですよ。それなら、ね、まあ、それなら了承してくれって言ったら、うん、まあ、そうやって言われたらもういいかなと思ったら、監督なんで二軍ですかって言ったら、お前使えねえんだよって言われたんですよ。言ったからこれはボケってなっちゃったんですよ。そりゃそうでしょ、でもそんな言い方ないじゃないですか、うん、でしかもちょっと良くなってよって言われて、うん、でそれからもう最後あれ当時ね、もう球団がもう消滅するということで、最終戦にマネージャーから電話あって、最終戦もういろいろあったけど、もう最後だからオリックスとして最後だから、最後一軍の試合でみんなで試合戦おうって言って、電話がかかってきたんですよ。で嫁がに言ったら、パパそうやって言ってるからはい行ってきなよって言って、だからまあそれでもまた頭きちゃって僕はで電話行って、マネージャーに、おいもうあの監督との話は終わってるから俺は行かへんってガチャンって言って、僕行かなかったんですよ。でまあこれになったんですよね。まあこれになるのはもう僕こんだけしてたから分かってるんですけど、でそれでもう野球はもう二度とやらないってもう心に決めてたんですけど、長谷部さんこんな選手いないですよね。やっぱ相当自信があるんですよね。ですよね。昔からそうだったんですよ。そうですね、自信がもうとにかくあるのと、うん、やっぱ曲がったこと嫌いだっていう、曲がったこと嫌い、大嫌い、はい、正義感ですよね。だから当たり前のこと当たり前に言えるっていう、うん、それが何が違うのっていうのは、うん、すごい僕らも納得させられますからね。これがね、はいはいって聞いとれば僕も2000安打打てたんですけどね。それでもう 5,6 年ね僕はあの試合出れなかったんで。それでね山崎さん、うん、そのクビになった時、はい、ね、あの実はある人に電話したでしょ。どれに電話しましたっけ。小松達夫さんの車に乗ってたんですよ。ああそうですか。あ、それ小松さん先輩には言いましたね。小松さんのところに電話がかかってきて、で小松さんがいろいろなんか相談に乗ってる感じがあって、で電話終わって、誰からですか、いや山崎から
あのこの後どうしようかっていう話で、あそうですかっていうことがあったんですよ。あそうですか、まあ、小松さんには電話したでしょうね。小松さんはなんか入団の時からもう、まあ、親分肌の人ですから、はい、いろいろこう相談に乗ってもらったりとかしてたんですか。めちゃくちゃ可愛がってもらいましたね。あそうですか。まあ、僕8年間2軍にずっといて、うん、小松さんとはもうねその1軍のエースピッチャーですからそんなに交流するってことはなかなかないんですけど、うん、でもやっぱり小松さんずっと可愛がってくれて家でご飯食べさせてもらったりね、もういろいろなとこね遊びに連れてってもらったり、なおかつ小松さんが引退を決めた時でヤクルト戦の外国人にホームランカーン打たれて小松さん俺もうやめるわってそうやって言ってもらったの僕だったんですよ。でお前ちょっと付き合いやって言って東京のメッシャーに行って俺もうやめるわってね小僧の僕にねそうやって言ったんですよ。俺もうこれでやめるわって。それだけ山崎さん可愛がっていたというか可愛がってもらいましたね。まあ、ね中村さんも可愛がってもらったし山本さんも可愛がってもらったしみんなね親分肌で可愛がってもらったんで、まあ、今でもやっぱり兄貴ですもんね。まあ久野さんもねお付き合い長いからですけど、まあ、なんせぶっきらぼうですから。タオさんが開口一番お前が問題児だからなっていきなり言われたんですよ。俺別にそんなあの楽器行きたいからで言ってるわけじゃないしと思って何言ってんのこの人と思って初めてね監督胴上げしてやりたいなと思ったのは野村監督なんですよ。実は2年目3年目4年目の3年間楽しかった。今度は田尾さんから楽天へ来いよと、はい、そうですねいうお話があったわけですよね。これもね楽天できた時あの時ドラゴンズが優勝して日本シリーズバンテリンドームでやってたんですよ、はい、でその時に僕ゲスト解説で、うん、確かあの時東海ラジオさんにね、うん、解説を頼まれて行ったんですよ、はいはい、でその時にねもう楽天ができてタオさんが監督行った時に、うん、タオさんも見てたんですよ、うん、でね当時犬飼さんアナウンサーの犬飼さん東海ラジオ、うん、犬飼さんも僕すごい可愛がってもらったんで、うんうん、おいたけし、うん、お前タオに挨拶しろって言って、うん、いやだってもう関係ないじゃないですかって言ってもな、うん、なんか自分でアピってるみたいでかっこ悪いんで僕いいですわ。あそうかそうかもうタオさんもういろんな人に、うん、ねもう使ってくださいどうのこうのってもう死ぬほど言われてたらしいですよ。あなるほど。でお前何かあるかわからんのだから、うん、お前挨拶してこいって言ってね、うん、犬飼さんにね言われて言ったんです、うん、あタオさんどうもご無沙汰してます、うん、って言って言ったらタオさんもやっぱり僕が楽天に入れてほしいことをお願いしに来たと思ったみたいです。そしたらタオさんが開口一番お前は問題児だからなっていきなり言われたんですよ。俺別にそんな楽天行きたいからで言ってるわけじゃないしと思って何言ってんのこの人と思ってお前問題児だからいろいろ聞いてんぞって言われてって言ったんですけどタオさんって実は僕こう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 いう理由でこういうことがありましたってタオさんに言って、はいはい、あそうだったんか、うん、俺の聞いとる話と全然違うなって あそうかってタオさんで、ね、納得してくれたんですよ、うんうんうん、でまた何かあったらお願いしますってそうだよ、うんね、別に楽天お願いしますって一言も言ってないですよ、うんうん、って言ったらタオさんに大江武一緒にやろうぜって言ってね、うん、連絡くれて断りました。断ったんですか。断りました。あ、そうなんですか。はい、初めは断りました。それはどういう理由から。自信がなかった。あ、そうですか。絶対でその無理だと思います。でもうやっぱりもうオリックスで終わりたぐらいの。もうとにかく恥ずかしい思いしたくないと思います。もうファンにもやじられたくないし、うん、もうどうせ結構ねえやと思ったんで、うん、もう初めはもう断ったんですけど、うん、まあ2回ぐらい田尾さん連絡いただいて、うん、でそれこそ今日来てる息子が野球やんないのって言ってね。言うもんですからまあ多分嫁に言われ食い切れられとったんでしょうねパパに言えって言ってでそれでまあ少し、まあ、家でグズグズしとったり
ね、なんかするんだったらまあやらないかんのかな、まあ、しゃあねえなーって、もう正直、まあ、1年だけ思い出作りに仙台行ってやろうってね、実はねそんな感じでね東北行ったんですよ。もう軽くやって帰ってこうと思ったんですよ。でまあね仙台行かしてもらったんですけど、いやそれはタオさんもね ああいう感じなんで物事はっきり言うじゃないですか。たけしお前代打な、代打でいいとこで打てるように頑張ってくれって言って、スタメンは考えてないかって言われてやるなスタメンだよなと思ったんですけど、うん、初めそんなことも言われて、うん、幸いにも助っ人外国人がしょぼかったんでチャンスもらっちゃって、うん、なんと開幕ねスタメンで あれ4番だったかな、うんうんうん、で使ってもらったんですね、うんうん、ただその田尾さんもわずか1年でということでしたね。そうですね、まあこれはね田尾さんの責任じゃないですよ。あもちろんもうやっぱり僕らの力不足戦力がいないということで、うん、もうあんな大敗してしまったんですけど、うん、まあ、その時も僕タオさんに拾ってもらったんで、もう1年でやめようかなって僕も思ってたんですよ。僕だけ残ってもなと思って、で球団にもうちょっとそんな話もしたんだけど、まあ幸いにもねホームランちょっと20本ぐらい打てたんで、いや契約するから残ってよって球団に言われたんで、そしたらタオさんにも相談したら、いやいいんだお前残って頑張れよ、とにかくチーム強くしろと、お前引っ張っていけってタオさんにねアドバイスお言葉いただいて、じゃあ頑張ろうって思って、まあ、2年目突入したんですけど、ね、2年目の監督が野村監督、もうね野村監督就任って聞いた時にはねもう終わった思いましたもんねもう僕だけじゃなくてチーム全体が、そこなのって、うん、まあ、そのぐらいみんな嫌がってましたね野村監督のこと。ああそうですか、はい、いわゆるこのブツブツいろいろ言われるんじゃないかと、はい、もううせえやと、ね、僕ら弱かったですけど、うん、なんでこんなブツブツやって野球やらなかんだって、そういう感じでした初めは。あ、うん、ところがってどっかから変わるんですか。うん、まあねやっぱり野村さんって野村の考えというものをこう選手にこう植え付けるわけですよね、はい、まあ、ヤクルト時代からね全部そうなんですけど、うん、まあ、それ話聞いて初めは鬱陶しいなと思って聞いとるんですけど、うん、まあでもやってるうちにやっぱり野球でも一般社会でも一緒なんですけど、やってちょっとでも成果を出してくるとやっぱり欲が出てくるじゃないですか。それがねもう目に見えて分かったんですよ僕ら。野村監督に言われたことをこうコツコツやってったら、あちょっと上積みあるなっていうのがね。野村監督は決して間違ったことを言ってないなっていう感じですか、はい、それをねみんながねそういうふうに、あれ野村監督就任の時も5位から6位だったんですけど、だけど確実に成長してるっていうのが全員感じてたんですよ。はい、それがやっぱりこの野村監督の凄さってとこですかね。はい、あれ山崎さんこうやっておっしゃってますよね、野村監督になって初めて野球が面白く楽しくなってきたって。はい、僕27年間やって、うん、野球やってるな楽しかったなっていうのは3年なんです、うん、で僕96年のホームランを取った時もねキャリアハイですごい、まあ、自分で言うなんですけどいい成績上げて、うん、あの時僕楽しくなかったんですよ、うん、もうとにかくこの成績でなんとか終わってくれと思ってもうやってたんですよ、うん、だけど野村監督4年間一緒にやらせてもらって1年目は苦しかった、うん、でも3年目4年目あじゃあ2年目3年目4年目の3年間、うん、楽しかった。それは言われたことを実行したら結果が出てくるという結果も出てきてチームも強くなってきた、うん、なおかつ僕やっぱ変わった性格なんでよくテレビで監督を男にしようとか、うん、監督を胴上げしようとかってよく言うじゃないですか、はいはいはい、僕はあの言葉大嫌いだったんですよ、うん、なんで自分のため家族のためにやるのが野球じゃねえの、うんうん、まあ、ファンのためもありますけど、うん、でも監督のためにやるわけじゃないし、うん、ね、っていうことになって僕ね初めてね監督胴上げしてやりたいなと思ったのは野村監督なんですよ実は。そう思わせた野村監督もすごいですね。
そうですね、まあダメ出しもいろいろ怒られましたし、うん、あったんですけど、でもあこの人の野球ってちゃんとやったら勝てるやろうなってね、うんうん、そういうふうに思ったんですよね。一番心に残ったことは何かありますか。まあ、僕が一番初めに言われたのはお前野球嫌いだろうと、はあ、まあ、野球これでお前復活するんだったら、復活したくて活躍したかったら野球好きになりなさい、野球を愛しなさいってまずそうやって一発目は言われて、はあはあ、お前が小学校の時初めて野球やった時には、日が暮れるまでね、バットとボール持って楽しい時代は必ずあったはずだろう、うん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 、その気持ちを取り戻さなかったらお前は復活はないよっていうことは言われましたね。だから野球を好きになりなさい、野球を愛しなさいって野村監督にまず言われたかな。あ、うん、なるほどね。まあ、それからね、いろいろまあ怒られたりね、アドバイスもらったり、12、3人の監督さんとね、27年間でやらせてもらったんですけども、野村監督のいいとこ、星野監督のいいところ、田谷監督のいいところね、井原監督のいいところはなかったけどあのレオン・リーのいいところとかね、まあ、いろいろなところをつまんで、自分がもしそういう立場になった時にはいいとこ取りしてやっていこうっていうのは思ってますけど、ね、はい、野村再生工場じゃないですけど、はい、見事にそのもう野球やめようと思ってた山崎さんがホームラン王と打点王と2つのタイトル取られるんですよね、はい、これすごいですよね。これもね、技術的にはそんな教わってないんですけど、うん、まずその三振っていう概念をとにかく僕は思ってたことと野村監督に教えてもらったことが全く違ってた。どう違う。で、僕は野村監督にもこれもまた言われたんです。お前なんで三振そんなに嫌がるのってまず言われたんです。いやー、なんで三振嫌なんだって、いや、ツーストライク追い込まれてバットに当てて内野ゴロでね、悪送球になるかもしれない、ね、ヒットになるかもしれないからツーストライクでもやっちゃう、打ってしまうって言ったら、野村監督がね、お前にそんなこと求めてねえよって、何言っとんやお前って、お前にそんなこと全く求めてないよ、それよりもお前なんで三振したかっていうことを考えたことあんのってまず言われたんです。ああ、球が速かったな、変化球がよく曲がったな、そのぐらいしかお前考えてないだろうって、まあそうでした、三振するにも何か必ず理由があるだろう、ヒットを打つにも必ず理由がある、ホームランするにも必ず理由がある、それがあってようが間違ってようがいいから自分でそれを考えて、そしてまた次のに向かってやらなきゃいけないよって、とにかく考えろっていうことを言われたんです。三振はしていいと、いくらでも三振しろ、200三振してもいいっていうことはね、野村監督にお墨付きもらったんです。で、逆に星野さんは三振嫌う監督だったので、すごい怒られてたんです。だからやっぱりどうしてもツーストライク消極的になって、まあこれ星野さんのせいにしちゃいけないんですけど、それはやっぱり星野さんの考え方と野村監督の考え方が違ってて、それがあったもんですから、僕ね、年間100三振したことなかったんです、星野さんの時は。だけど野村さんだと143三振して、でもホームラン王と打点王ついてきて、でもやっぱりその時に思ったのは、やっぱり消極的な自分がいたなっていうのはね、あったので、そこら辺も変えてくれましたよね。あとはやっぱり配球面のことをいろいろ教わって、はいはい、うん、ワンストライク取られるにも、取られ方ってただ漠然とワンストライク取られたんじゃなくて、空振りしたワンストライク、空振りしても自分のタイミングでいいスイングをした空振り、全然タイミングが合わない空振り、ね、それのファールチップ、タイミング合うファールチップ、ね、全然タイミング合わないけど当てただけのワンストライクって、これいろいろ種類があると。それを自分がただ漠然としてのワンストライクじゃなくて、自分がどう思った時にキャッチャーがそのスイングを見てどう感じるかってことによって、キャッチャーっていうのはサインを出しますよと、うん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 、それを考えたら、うん、来ないボールっていうのは消去法で消していけるだろうと、うんうん、そしたらそのが3択だったら2択になるでしょう、うん、っていうことを言うんです。あ、で、あとここをどうしてもまっすぐ1本で狙いに行けと、うん、って言った時に、お前らはまっすぐか変化球で狙いに行くからダメなんだと、うん、
二段構えしなさいと、ま、うん、っすぐのアウトコースなのかまっすぐのインコースなのか、そこまで狙っていけと。なるほど。それは山張っていいからと、うん、ただまっすぐ漠然としてまっすぐって言ったらインコースのいい球出てガチャンって球が詰まるわけです。そうなったらまっすぐのインコース狙っていけってね、そういうことをね明確にやっていったら、うん、いい成績出ちゃったんです。それで思い出すのは山崎さん、正月特番であの一郎選手の自宅あのマイクロバスでみんなでこう回ったりとか、うん、はい、そんなことも特番でね、はいはい、あったりとか、それからいろいろお話も聞いた中で思い出すのは、中日時代にホームラン王になった時に僕なんでホームラン王になれたのか分かりませんと、うん、そうなんですよ、山崎さんそうおっしゃったこと僕覚えてるんです、うん、まだ。つまりそうなんです、自分自身でも自分のバッティングの分析ができてなかったと思うんですよ、はい、で結果としてはそうやってホームランキング取れても、はい、だからもう本能のままね、来た球打ってた、はい、だからかっこよく言えば天才ですよね。そうですね、その時は。そうですね、だけどそんなのは長続きせんよっていうことを野村監督に言われたんですよ、ね、あの負け惜しみに聞こえるかもしれないですけど、ドラゴンズ出てよかったなって。あ、そうですか。アカデミーで教えてた子が小学校6年生5年生で教えてた子が今英徳高校に入ってきてるんですよ。それもいいね。まあ今思えばね、こんなもう口悪いやつで僕が監督やって僕みたいな選手だったら絶対芝居出ますからね。自分自身でも自分のバッティングの分析ができてなかったと思う、はい、で結果としてはそうやってホームランキング取れても、はい、だからもう本能のままね、来た球打ってた、はい、だからかっこよく言えば天才ですよね。そうですね、その時は。そうですね、だけどそんなのは長続きせんよっていうことを野村監督に言われたんですよ、ね、やっぱり考えて自分のね、そのやってきたことに対してやはりあの思い返したりとか、うん、先を読んで考える、そして準備してあのプレーすることによってちょっとだけ相手よりも上回れる、ちょっとだよって。でもそれ何にもやらなくてもやったらだいぶ置いてかれるよ、うん、そのちょっとがあのいい成績につながったんですけど、いや本当何にも考えてなかったですね。ですから中日時代のホームラン王と楽天時代のホームラン王とは全然違うような気がするんですよ、はい、だからもう本当にね別人がやってるような感じです。あ、はい、あの打ち方っていうのもねだいぶこう変わったし、うん、どっちかというと中日時代は前で捕まえて、はいはい、楽天時代は自分のポイントちょっと近めにして回転で打ってたっていうあれがあるんで、うんうんうん、まあ、本当に山崎武の弟とお兄ちゃんがやってるようなもんだから、そんな感じでしたね。でもこうやって考えると野村監督と出会えたっていうのは幸せなことでしたね。そうですね、やっぱり野村監督の教えで、さっきも言いましたけどもね、あのいろいろこうやって現役終わった後にもあのいろいろ監督の野村監督話、星野監督話でね、飯食べさせてもらってるっていうのもあるし、まあ、何よりもやっぱり野球感もあるし、今のその解説のお仕事でもすごく役立ってる。いや、それは役に立ちます ね、 で、まあ面白おかしくもね、うん、言うこともありますけども、うん、まあ冗談も言いましたけど、会わなかった監督もあれですよ、ああ今度俺がなった時にこういうことしなきゃいいわと思って、それはあの勉強になるわけじゃないですか。ああ、反面教師として、ね、そう、うん、だからそういう部分ではもういろいろなあの人と出会えたのは大きいし、うん、あの負け惜しみに聞こえるかもしれないですけど、ドラゴンズ出てよかったなって。ああ、そうですか。あの這い抜きで終わることが一番のかっこよさってあるんですけど、マスさんみたいにね、うん、31年ドラゴンズ一筋って、うん、はいはいはい、これもまた素晴らしいことだけど、うんうんうん、でも僕らがやってた入った時のセ・リーグと楽天に行った時のパ・リーグの温度差、待遇の違い、うん、野球の違う、うん、DH とね、うん、DH じゃない野球とか、そんないろいろなこと考えたらもう全て勉強になったし、うん、ドラゴンズは恵まれてます。あ、そうですか。めちゃくちゃ恵まれてます。だそういうことも分かったんで、うん、高木さんとは良かったんですね、じゃあ関係は。いやでも高木さんもいろいろありましたよ。ああ、そうですか。
で高木さんってすごいいい人じゃないですか、はいはいはい、で僕、まあ、これ最後にねお話しですけど、僕最後の年高木さんじゃないですか、うん、高木さんに拾ってもらって、うん、で僕7月にもう2軍行くって言った時に、僕ジャイアンツ戦ですよ、うん、2軍行きって言った時に僕監督して高木さんにもう今シーズンで辞めますって言ったんですよ、うん、そしたらですよ、で監督はもうあの今シーズンで辞めたいと思いますね、でも最後まで全うして終わりたいと思いますって。で高木さんその時もうジャイアンツまでチンチンだったんですよ、うんうん、あの辞めますって言ったら、あそうかご苦労さんだな、まあ分かったって言われるかなと思ったら、うんうん、高木さんに辞めますって言ったら、高木さんなんて言ったと思います、うん、あそうって言ったんですよ。あそうでも言うのと思ったけど、高木さんあそうって言われて、でも球団に行ったら、まあ終わるまではじゃあ黙っとこうな、分かりましたって言って、あれすぐ出たんですよ僕引退するって。あこれ何かって言ったら、僕その日に野村監督に電話したんですよ。監督って言って、僕もう今シーズンで辞めることにしましたと、うん、でまあ最後の後住んで、あそうかもうええんかとか言って、もう監督も腹くりました、うん、言ったらその次の日野村監督が名古屋で講演会があったんですよ。そこで野村監督が、実は山崎が昨日電話が来て、もう辞めるって言ったって言ったら、共同通信の記者がうちの前で待ってて、山崎さん引退されるんですかって言って、いや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 、まだ考えてないって、いや野村監督が講演で言ってたんですけどって言ったら、引退しますって次の日新聞出たんです。バレちゃって、全てキャッチャーやったことも遠回りだったけど、まあ良かったかなと。で偉大なるキャッチャーの中村武さんもいたのも、僕にとっては後にとっては良かったかなと思いますけどね、うん、まあ遠回りして名古屋にまたね、着地できましたけど、うん、まあ良かったかなと思いますね、うん、こうやって考えるとすごい幸せな現役人生じゃないですか。もう今思えばね、こんなもう口悪いやつで僕が監督やって僕みたいな選手やったら絶対しばいてますから、ね、絶対しばき倒してますから、今このご時世でもしばいてありますから、ね、もうこのご時世でもしばき倒すんですけど、そういう部分では好き勝手やってね、長くやれたのは僕はもう幸せもんだなと思いますし、うん、まあどこかで野球界に恩返ししなきゃなとは思ってるけど、まだできてない状態ですね、うんうん、はい、ぜひね、そうあってもらいたいと思いますそれと長谷部さんの場合も同じくやっぱりいろいろプロに入って、うん、苦労もされて、はい、で指導者にもなられて、はい、いろんな経験をされたことが今のお仕事にもまた生かされてるんじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりまあ、プロはまあそんなに教えることは、まあ、プロ野球選手ですからないんですけど、うん、やっぱり今野村監督の話聞いて、うん、おって野球を好きになりなさいっていうのは、うん、僕はすごい共感できるというか、うん、でその楽しさを今ドラゴンズのアカデミーの子とかにね、うん、楽しい思いをさせてあげなきゃいけないなっていう、そういう気持ちでやってるんで、改めてそういう思いにね、はい、やっぱやってきたことは間違ってないなっていうのはちょっと今感じましたね。長谷部さん自体も子供の頃は本当に楽しんで野球をやってたわけですもんね。そうですよね、ね、うん、またねこの年になってまた野球がね、多分長谷も楽しいと思うし、まあ、僕も面白いね、こう野球の解説してて、いや正直はよ終わんねえかなって思う時もしょっちゅうあるんですよ、ドラゴンズが、うん、もうやられっぱなしの時は、はいはいはい、この前も解説したら俺どうやって解説しようって思う時そういう時もあるんですけど、中継ぎピッチャーが負けてる試合でそうなんですよ何やってんだよって、もうコメントにしようねえよと思うんですけど、でもふと街歩いとって公園で子供たちが野球の試合やってるとか、うん、ね、長谷部と一緒に、まあ、年に1回か2回ぐらいしか野球教室一緒にやらないんですけど、うんうん、はいはい、その時に子供を見てた時、見てて、こいつ変わったやつだな、面白いやつだなとかね、本当の小生意気やなってやつもおれば、うん、もういろいろ、それこそ春先に一緒に野球教室、野球の大会の開会式から行って、あと野球教室あるんですよ、はいはい、春先なんかまだ涼しいじゃないですか、うん、
で開会式立つとフラフラってバタッと倒れるやつおるしなお前何この腕で倒れてんだって言いたいけど、うん、もうそういうのも全部含めてなんか楽しいんですよ見てて。ああ今の子って弱いな、こんなのかみたいなね、まあ、あとホイだったらエヴァンティブストになったら女の子だったりねなるほど。だからそういうの見てて楽しいなってちょっと最近思うようになれましたね。あそうですか、うんうん、楽しいといえば長谷部さん、はい、今度教え子からどうやらプロが出そうという話もありますよね。今名城大学行ってる野口っていう選手が、うん、あの教え子で英徳高校から、うん、キャッチャーらしいキャッチャーで、はい、ですから本当に直接教えた子教えてましたね、はい、その子が。これも楽しみですね、指導者としてはね。本当楽しみですね。ドラゴンズ入ってほしいの。入ってほしいよ、ね、よう打つんだわあそう。この前も大学の選手権でホームラン打って。ああそうですか。ああそう、じゃあちょっとプロ注目だね。注目になってくると思う。ちょっと上の方でかかると思うんで、うん、それとかあの僕今アカデミーをやってて、アカデミーと英徳高校もやってて、うん、でアカデミーで教えてた子が小学校6年生5年生で教えてた子が今英徳高校に入ってきてるんですよ。それもいいね小学校で教えとったやつが入ってきたみたいな感じで、それもまた楽しくて、うん、そうですね、はい、そういうもう楽しみはすごいありますね、うん、あの視聴率とかそっちの方もね、野球もちょっと苦しくなってるような状態ではありますけれども、ね、うん、本当に裾野が広がってね、そうですね、もっともっとね、うん、野球人口が増え、それからお客さんの数もね、うん、増えてというふうな形にまたなっていくといいんですけどね。やっぱね、もう本当にこの中部圏、地元の選手のね、はい、スターがやっぱりドラゴンズに入って活躍してくれたら、またより応援しがいもあるし、やっぱり地元のいい選手は外に出しちゃダメですよね本当にそうなんですよ。本当に、うん、あの高校野球でもやっぱりいい選手いっぱいいるんですよ。中学の野球でもいっぱいいるんですよ、うんうんうん、でもやっぱりその子たち桐蔭行きたいとか菅生行きたいとか、そうか、ね、選手もね、岐阜なのに大阪まで行っちゃったんですもんね、はい、でもやっぱり愛知県でやっぱいいチーム、うん、高校のチームもそうですけどいいチームいっぱいあるんでね、うん、そういうとこ入ってまた愛知県の大学行ってもらって、うん、やっぱ野球王国だった愛知県、うん、もう一回復活してもらいたいですよ ね、 そ、 すね、はいはい、そして山崎さん、はい、あの本当にプロ野球界への恩返しね、いつかまたぜひお願いしたいと思います。そうですね、うん、まあ、あのこればっかりはね、うん、山崎やってくれよってね、あの球団に言われないとできない商売ではあるんですけども、うん、まあ本当こう僕現役辞めて9年目なんですけど、正直この2、3年前までは全然興味なかったです、正直言って。指導することとかユニフォームを着るっていうことが全然ね魅力を感じてなかったんです。あ、そうなんですか。だけどやっぱりここはまあだいぶ僕も年ね、今年54になるんですけど、もし恩返しできるなら、やっぱ元気なうちにやっぱりみんなと若い選手とか選手と汗かいてやらないといけないっていうふうなことを考えると、もうそろそろ僕もタイムリミットだと自分で思ってるんですよ。だそういうことを考えると、ああまあ、あの指導者って僕は1年生になればなるんですけど、わかんないんですけど、まあ、それも一つ人生においてね、いい財産になるかなっていうのは、うん、ここ最近2年ぐらいはそう思ってはおるんですけど、ね、まあまだまだ自分も未熟者ですから、そういうお誘いがないもんですから、あのユニフォーム着ることは今ないんですけどね、まあ、あの僕思うんですけど、上に立つ人 の、 あの大切なその資質の一つとしては、やっぱりおしゃべりのうまさ、はい、コミュニケーション力っていうのもすごく大事だと思うんですよ。そういう意味ではもうおしゃべりに関してはっていうか、いやいや、ね、まずは、まあ、しゃべりすぎなとこあるんですけどまあでもあの一つ自分の中でのやっぱり財産っていうのは、うん、トレードでね、オリックス楽天行ってもうどん底のチームやってきたんですよ。あ、はいはい、でそれをまあイーグルスもね、どん底からクライマックス、願わくば日本シリーズまで行けるところまで行った、うん、あのやっぱりチームを作るっていう経験はすごく生きてたし、なおかつね、あの厳しい星野監督の教えとか、あ野村監督のやっぱり野球に対する姿勢とか、野村の考えとか、そういうものは、
全部自分の中で頭にインプットもできているので、うんうんうん、もうそれをどうやって指導者として生かすかっていうのはこれからかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、僕もね、嫌だったらプーンとしちゃうもんですから、いやいや、でまあ、だいぶ大人になりましたね。だいぶ忖度できるようになりましたので、ね、頑張って解説していいこと言おうかなといいこと言わねえいいことおべんちゃら言おうかなと僕も年取るとね、こうやるってことをだいぶ覚えてきたんですよ。若い時はこれがなかったもんですから。いやもうこの年過ぎてきたら今度頑固になってくるよ。そうやな、また同じ性格になっちゃう。だからもう勝負はここ3年4年だな3年4年だと思ってるんで。未熟だったら2軍行くから、うん、お前も未熟なんだから一緒に2軍行くぞって僕は言ったんですよ。そしたら大丈夫って言われた。暴言と暴言と言われたんですよ。でも言ってることは僕間違ってないと思うんですけど。プロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。